どうだ <laughs> 待って <laughs>。どうもこんばんは、山蔵です。<laughs> い、行ったのかな <laughs> 行ったのかな <laughs> 行ったのかな今、行きましたよ。<laughs> あ、新しいライブ配信、ちょっと待って。の、巻き込まれてないのかな <laughs> あのー、要は実験をね、しておりまして、 あのー、リダイレクト機能で新しいライブ配信ちょっと待って。ああそういうことなんか変なとこ押したちょっと待って。うん、<laughs> うまくいってない。あなるほど、うん。自動で誘導されたかも。あ自動で誘導された方もいる。自動で誘導された方もいるし、うん、画面に今すぐプレイをしたら問いました。ああ、なるほど。 ちょっとさ、あの、こ、こっちのさ、あの、配信から見てる人はさ、お、お、あ、同じく今すぐプレイできました。あ、なるほど。なるほど、なるほど。だから、あの、来てくれると限らない。あの、みんなをね、勝手に移動させようという作戦を、うん。あ、クリックは必要なんだ。なるほど、なるほど、なるほど。ありがとう、みんな。<laughs> はい。なるほど。うん。 でも、もう、だから、1回目なは終了してるんで、皆さんね、のこの配信から見ている人は、何の話だっていうね、クリックいる人といらない人がいるのか。なるほど。もしかして、そういう2種類あるパターンがね <laughs>。はい、あの、そう、あの、説明を、説明、ね、何度も止めちゃって、申し訳ないんだけど、えっと、 であのー、この配信から見てる人は何のこっちゃってことなんで説明しますとさっき別の配信をしてましてで準備配信というのをしてましてでそ YouTube の,、ね、の存在であのリダイレクト機能っていうのでなんていうの視聴者たちをそのみなごと、ね、次の配信にこう連れ引き連れるっていう機能があるんで、うん、その引き連れが果たしてうまくいくのかっていう、ね、YouTube の実験を皆さんに巻き込みました。はい で、はい、うん。キャンセルボタンもありまして、ね、広告も入りました。あ、なるほど、そういうことなんだ。なるほど、なるほど。<laughs> みんなありがとう。うん。あ、まあ、ちょっと、そういうね、機能も、なるほど、使い、使い方がちょっとまた一個レベル上がった YouTuber として。うん。なるほど、なるほど。まあ、そうすりゃいいのか。うん。だから、まあ、さっきさ、40人、30何人いたんだけど、今27人だから、まあ、うまくそこに、 ね、飛んでこれなかった人もいるし、うん、うまく飛べた人もいれば飛べてない人もいるし、まあ、11時になったからねバーチャル YouTuberMIDI の方に行くっていう人もいるし、はい、ありがとうございます <laughs> あのこちらにね来てくださった皆様ね別にねあのいいんですよ <laughs> よくないんだけど、はいね、俺もちょっと一回さちょっと見てこうぜね ね、今、ミディさんもやってますからね。ミディさんもやってるし、青汁王子も配信中ですから、はい、そんな中ね、ヤマゾ蔵チャンネル来ていただきありがとうございます。はい、というわけで、はい、改めまして、こんばんは、山蔵です。はい、えー、っと、まあ、今日ね、あの質問箱に答える配信ということで、はい、あ、えー、っと、追加でね、質問いただいてますね。はいまあ、一応、今日10個ぐらいあるか ?10 個ぐらいになってるかうん。えー、っと、 うん、これね、あの、直接行かないか。ちょっと今、準備するね。うん。はい。まあ、久々のね、質問箱に答える配信ということで、まあ、もちろん、チャットに来た、ね、チャットでも別にいいんですけど、あのー、まあね、一時期よくやっておりましたんで、まあ、あのちょっと最近ね、レビュー疲れ <laughs>、レビュー疲れしてたんで、 まあそういういねなんかただ喋るだけの配信もいいかと思ってはいあのー、久々に、うん、やっとるわけですがちょっと待ってな。で、えー、っとどれだ、どれだ、どれだ見失ってしまった質問をええー、っっととうん、うんえー、っとこ,れこれかこれかこれかはい今ちょっと準備しますねちょっとお待ちくださいねはい準備できた、OK。はい<笑><笑><あー> <laughs> うん。<laughs> しっかり競合調査してる <laughs>。もう競合なのかなあのー、意外とね、あのー、視聴者層、そんなかぶってない説はある、俺の中でありますけども。うん。うん。<laughs> 飾らない雰囲気が一番好き。ありがとうございます。はい。ああ、京子さん、こんばんは。はい。山本さん、こんばんは。ヘビオシティのマレット買いました。あ、買いましたか。予想の息を出ませんでしたね、特に。でも、ヘビオシティ、そのままクオリティめっちゃいいですよ高いですよね。うん、そうですね。あのー、 <laughs> すパチャありがとうございますマレットね変わタたわけですよねそうあ,れあのー、特にねあのー、今のところ私は何も動いてませんけどもちゃんとでも聴けてないかなうんはいでもだからまあピアノのさただあれがマレットバージョンになってるって感じですよねうんはいだけどさ <laughs> 配信者山添さんのしか見ませんありがとうございます <laughs> ね、ネイティブインストルメントのコンタクトで外付け SSD を購入したいと考えているんですがどうやってパッチを設定したらいいでしょうかまた外付け SSD が急に認識されなくなるということは外付け SSD が急に認識されなくなるというのはどっちかというとそのパソコン使っている側というかパソコン側の問題なのでちょっとそれはお答えできかねるんですがあの普通にねあのなんだっけ ネイティブインストゥルメンツのさあのネイティブアクセスっていうアプリ開くとあのなんだっけねえあのー、そこで、まあ、まずそのインストールするじゃんインストールしてでまあその自分の置きたいハードディスクに置くじゃないですかで置いたらでまあまあうん 最初,からその最初から好きなところにインストールしていいと思う。最初から好きなところをインストールして、でそのネイティブアクセスを開くと、あのー、ロケートしてくれって言ってくるんで、あのー、そ見つからないんで、あ見つからないからちょっとど,どこか教えてほしいってネイティブアクセスが言ってくれるんで、あのそれをここだよっていう、なんていうの、その階層というか、まあ、場所を教えてくれれば、あここにあるのねオッ OK っつって、あのー、使えるようになりますんで、そんなね、難しいことじゃないですよ。はい。ミュージシャン、そうかぶってないですね。 <laughs> まあねあのー、そうです、ねまあ、同じねそのなんていうのかな DTM をね配信する者同士ね別に対抗意識 <laughs> 対抗意識を持ってもしょうがないかなと、ね、そんなに人口いませんからおそらくはいなので、えー、と私は私たちのやり方で <laughs>、ね、DTM 面白枠ということで、はい、やっていこうと思います 早速で、早速ですよ。じゃあ早速ね、えー、っと、早速やりましょう。質問箱ね。はい、久々の。えー、っと、まあ、あのね、とりあえずやってって、えっと、途中で質問箱入れといてくれても全然いいです。あの、つどつどね、見に行きますんで、もしあればそっちでね、あの、なんていうのかな、こっちへ、あの <laughs>、拾ってね、こっち持ってきますんで、はい。じゃまず、1個目から。 久々の質問箱ああ、ね、どんなことになってしまうのか。ね、ええー、っと、行ってみましょう。はい。はい。1個目の質問はこちら、はいねえ。今までとちょっと、ね、仕組みも変わっております。はい。行きましょう。はい。えー、人、人の方。来週、ロックスターさんのクラファンでスタジオ見が行ってきます、はい。初スタジオで緊張してますが、どこか重点的にこの辺見ると勉強になるポイントなどありましたら教えていただきたいです。えー、オープニング曲のギタードラム、ベース、 レコーディングの回です。いいですね。うん、作曲志望です。配信も拝見させていただきます。よろしくお願いしますありがとうございます。はい、これね。あのー。いいですね。はい、なかなかね。そのお金払っても見に行く機会ってないからさ。あのいいいい機会だったと思いますよ。うん、いい機会だったっていうか、まだこれからだもんね。いい機会なだなと思います。で、えー、っと何を何を重点的にうん？まあ、あのー？ いい意味でっていうかいい意味でこんなもんかっていうのも分かると思うんだよね。もちろんそのプロの何て言うのかなすげえなっていうその何て言うのかな部分も分かると思うしすげえなって部分も分かると思うしあそんなもんでいいんだっていう風な部分は絶対あると思うんだよね。その例えばその何て言うのかな準備するさその楽譜のことっていうかさ何、まあ、て言うのかなね、うん、ことだったりとか、うん、あと何 まあディレクションの感じまあここそんな感じでみたいなさあそんなかっちり決め込まなくていいんだとかさ何ていうのあこん,こんぐらいのあれでうまくやってくれんだみたいなねオープニング曲ってことはキッシーでもねキッシーでミュージシャン誰だったっけねあれなんかでもちょっとね見てみますか <laughs> せっかくせっかくなんでせっかくなんでっていうかロクスタさんのロクスタさんのクラファンってどうやったらたどり着けんだ ツイッターから行けばいいのか、うん、ちょっとロクスタさんのさミュージシャンでもあんまり多分確かキッシー普段ねやってる人じゃないって言っていたような気がするなロクスタさんのちょっとツイッター見てクラファンのページをいってみようこれかなうん違ったこれ YouTube 始まっちまったロクスタさんのクラファンクラファンページクラファンページクラファンページはどこだ <laughs> ねえ ヨヨコちゃんとかさねのやつはねあのエンディング曲あのゼンタさんの曲だもんねうんあれか山口さんとかか山口和也さんとかあとクラファンあこれかこれうんえっとミュージシャンはミュージシャンはミュージシャンオープニングあパークさんねはい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  諸石さん、諸石和ん俺ちょっと、諸石さんはすいません、あの、存じ上げないんですが。ふん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 なるほどね、ちょっと、なるほど、なるほど。ふんふんふんまあ、キッシー編曲で。うん、まあ、ていうか、俺も気になるけどね、キッシー、でも、キッシーと現場一緒になったことあるかな。キッシーを、キッシーを呼ぶことはあるけど、キッシーの現場を見たことある、ないよね、多分まあ、ね、もともと事務所一緒だったんで、 今、まあ、彼はやめちゃいましたけども。うん。うん。うん。まあ、なんで、えっと、なんだ。うん。まあ、緊張、緊張するだろうけど、うん。みんなね、優しいと思いますよ、基本的に。うん。なんかね、昔のさ、こう、なんていうの <laughs> 昔の、なんていうのミュージシャン、すげえ怖いね、イメージって、まあ多分実際怖かったんだと思うんだけど、今、基本的に現場って和気あいあいとしてるんで、特に。 うん、劇版とかやっぱちょっとね時間とかあるからねその特に何だろう、ね、弦とかさそういう系の録音するときは結構ね、まあ、ピ,リピリピリとは違うんだけど何ていうのかな、あのー、空気感はね割と張り詰めたものはありますけども、うん、リズムレコーディング歌もの、ね、レコーディングって結構やっぱね緩いと思うゆるいっていうかほ、うんわっかしてるほんわかしてる、うん、楽しいと思いますよ。うん うん、だからまあ作曲家目線でいくならば、うんまあ、そのやっぱ差がデモとねどうやって差し替わっていくのかっていうのがねこうすごく参考になると思うんですよね。うんまあ、そのギャップとかもきっと起こったりするんだよねそのデモとやっぱ人がさ違う人の何て言うのかな感性で弾かれたものっていうのは。うんまあ、それは自分の曲じゃないからねそこはちょっとわからないけどもその。 単純にこう生に差し掛わるっていう変化っていうのはすごく楽しめるんじゃないかなと思います。うん、ね、うん。あれ？うん、はい。<laughs> そんな感じかな。うん、まあ、楽しんでくるのが一番いいかなと思いますよ。やっぱそれ見てくるとさ、なんていうのかな、現実にねその起こっていることっていうことを。 うん、理解でできるっていううのは非常に大事だと思うんですよね、うん、なんか夢物語じゃなくっていうかねリアルなものとして見えるんで、はい、そんな感じでしょうかね <laughs> 答えになってるのかな、まあ、楽しんできたらいいと思うだから、うん、おそらくこんなもんでいいのかって思う部分と、うん、あここすげえなと思う部分があると思うんで、まあ、そこをね自分なりにやっぱ消化してほしいですねうん、うん、そんな感じでしょうかはい。 ちょっとコメ,ンコメント拾いながらはい。うん。省吾さん、山本さんこんばんは。今日の配信タイトル重たいですね。そう、ちょっとね。あのー、気を引くためにね。このタイトルにしてしまったことをちょっと後悔し始めているんだけど、結構冷静に考えるとさ重たい話だなと思って。<laughs> だからね。答えの出ない話だなと思いつつもはい。 うん、いつか脱サラして音楽で成計立てたいですが難しそうです、うん、当たり前かもですがプロってイントロからサビまで通して弾いているイメージです僕は脱ログで楽器下手なぜなので2小節ごとにとればもう私もねあのそういうことしますよ2小節ごととか1小節ごととかねうん、うん、からあげィ t m さんあれだけ試し引きされてる山口さんの機材気になります確かにねだから、あのー、そこでさあの明らかまあその曲による 誰もするからねっていうのはまあ一応予防戦としては <laughs> 予防戦というか用語とねあの予知はしとくけどもうんまあ曲によって機材変えるっていうのはうんあるけどもあるけどもエフェクター周りは結構エフェクターアンプ周りは興味深いですね。うんでまあ,あの基本的にプロモーションでね紹介しているからさそのなんていうのどれもねもちろんねなんていうのかなあのねいい感じにさ ね、紹介するの上手じゃないですか山口さんってね、うん、なんか音とかもさ録音とかもちゃんとしてさ音を、ね、レビューしてるからね、まあ、一番ある種ためになるのかなとは思いますけども、うん、そういう意味で言うとさあのそういうたくさん紹介している中で山口和也さんは一体どの機材選んだんだって確かにすごい気になるよね俺も気になるわ。うん、ねだからあのやっぱ自分で買ってさ 使自分で買って使うとやっぱね何て言うのかな使わなきゃっていう思いが強いけどさああいう風に何て言うのレビューという仕事としてさ使うなるとその今言ってる言葉はそのまま俺に,俺にも降りかかってくるような気がするんだけど、うん、そこでやっぱさなんて提供されても使い続けるっていうことっていうのは一番何て言うのかな使い続ける。 ハードルがある種高いというか低いというか、うんまあ、その中でそれをチョイスしたっていうのは非常に、ね、興味深いくなるんじゃないかなと思いますねうん山口さんどんなギター使われるんでしょうねそこもねあのおそらくあれ YouTube でリターンリターンでしか見れないんだっけ YouTube できっとロクスタさんなんかアップするよね多分ね、まあ、そこで山口さんの機材は俺も確かに気になるなうんはい <laughs> そんな感じで <laughs>、はい、次,の次の質問いきますこれ えっとはい早やはや早早いとというか、まあ、今回のちょっとメインテーマに近いですけども、はい、ちょっと待ってねこれ俺,俺がさ自分で読む読む読むところが読むためのスペースが欲しいえー、っとはい山さんこんばんは今日の議題の脱サラして音楽家を目指すについて僕の作曲の先生は 会社やりながらプロになってコンペで採用されるなんて無理に決まってるじゃん。数年かかって作家事務所に入れたとしても、えー、待ち受けてる相手は朝から晩まで音楽に専念しているガシプロばかりだよ。それが8時から17時まで働いてる奴がどうやって勝てるのさ、と厳しい指摘をする方でした。<laughs> まあね、うん。うん。僕もそうだよな。専業の実力者たちにサラリーマンやりながら勝つってほぼ不可能じゃね、とも感じてます。うん でもビビリで人生のリスクヘッジのために買い占められませんでした。こういった場面で全て捨てても音楽に全投資できる人で1%の人はきっとチャンスをつかむんですよね。んてんてんということで。これはね、いや、うん、あのね、時代背景、これ今さ、ちゃんと映 <laughs>、ね、ってるよね。映ってるね。ちょっとみんな G 小さかったらごめんね。あのすごいさ、ズームインして読んでください。うん。 今回ね自分がテーマしてしまったからさテーマしてしまったんだけど答え,答えが出ねえなとは思うんですけど、うん、でもまあいくつかその指針にはなりゃいいなと思ってるんですよ、うん、でも事、まあの発端はですね、えー、とちょっと別で紹介するね別で紹介するねえっ、ー、とこの方だったかなうんはい、まあ、一度人生一度きりですよね脱サラしてアルバイトになって音楽を目指しますいつか山田さんに報告したいというね まあ質問箱をしてこれ、別にあの普通に質問答えたんですけど、まあ、あの別に着火していったわけじゃないんだけど、まあ、機材がえなくなるから、ね、あの仕事しながらの方がいいと思いますということで言ったらまあその、ね、山本さん、脱サラを考えていた、ね、ので、答えた後ですね、今朝8時から夜23時半まで働く会社におります、脱サラせずに一旦給料爆下がりしても9時17時で帰れる転職を検討しようと思,うと思いとどまりました、しっかり働いてフェンダーカスタムショップ買いますという,、ね、こ,うまあことをね。まあ 言っ,てく言ってたんだけどもまあちょっとこうもうですね、まあ、事の発端はこの方なんだけど、うんまあ、その努力の時間とその機材でなんていうの殴るっていう機材っていうかまあ札束ある種札束でね殴るっていう戦い方といろいろあるんで結構やっぱね専業作家になったとして、あのー、時代性も多少あると思うんだけど本当機材 買えなくなくっったっていうか、まあ、特にソフト音源がだとかねプラグイン重要だと思うんだけどそれがなかった自利品状態で、うんまあ、精神状態も含めてねその戦い続けることがやっぱ相当ね、うんまあ、実力もさることながら精神力がないとね、うん、難しいんじゃないかなとは思うんですよね。あ,の、まあ、あくまでその俺が言ってるのって、まあ、俺の意見で回りつつ確率的なねその話をしてるよ。うん 俺の考える確率論っていうかうんそううん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 いや皆さん今そのかもう私も社畜です22次コースですみんなねだからさねえ札束で下がってマジで <laughs> アプリはそういうところはあるよねうんだからこのさえー、っとこの質問された方のさあの何、ー、て言うの師匠師匠かな先生かが言ってることっていうのもねいやもう なんて、真っ当な意見というかさ、まあ、正しい、否定のしようのない意見なんだよね。うん。うん。今ま逆に、兼業でコンペ全く通せんなら、多分、専業になっても無理じゃないかって言われたことあります。<laughs> それはね、だから言えてるんですよ。あのー、まあ、周り見てもっていう感じじゃないけど、うん。ん、兼業でやってて、やっぱね、目が、才能ある人はそこでも、 あの何て言うのかなきっかけを作れるっていうかあ専業に行けるかもなっていう流れは多分見えてくると思うんだよねうんうんうん井上さん山里さんのような第一線の作家さんがこのようなことを触れられるのって本当にすごいです <laughs> 立場とか考えていやまあまあねそのまあ半分ねこう y o u t u b e <laughs> やるからには、まあ、みんなにねこういろいろ何て言うのかなねえ あの楽しく <laughs> あるいは参考にし,してもらえたらなっていう思いはありますけどもうん,うんなんさあその時代背景とかもあったりすると思うんだよね、うん、やっぱね音楽の音楽業界自体の先細り感っていうのは多少否めないのはあって、うん、昔、うん、例えばさ極端な話い 曲決まったとしても本当にそれだけでクッていけるのかっていうとまた違う問題が発生するわけですよ。うん、あの自分のさ、まあ、実力が、ね、あったとしても、まあ、本当に実力ありゃさきっとビッグアーティストにも提供できるんだけどもそれこそさなんていうのかなあの切磋琢磨したさもう朝から晩までさ曲作ってる人たちとの戦いになってくるからだからまあそこにね入り込む いきなり入り込むっていうことを考えたならまあ確かにねその仕事なんかしないでニートするのが一番だよっていうのはあるんだけどと、うん、はいえやっぱさその、ね、誰しもがね、まあ、プロでさえさあのそんなビッグなねその印税がたんまり印税、ま、がたんまり入るって言い方するとちょっとね言葉悪いけどもまあ言っても生活ありますから、うんまあ、それでお金稼がなきゃいけないですからね、うん、まあ全てが全てさすごく。 ねえお金になる仕事ばかりじゃないからさたとえ曲決まったとしても、うん、特に最近は、まあ、CD のねあれもありますから、まあ、昔と比べるとやっぱ、うん、俺がプロになってからでもやっぱなんていうのかなそういうのは感じるしねうんうんうん <laughs> うん夢はせめて18時は借りたいですね18時は借りたいだからねそのさっきのさ 質問のさ人にも言ったけどさまずその朝8時からえ23時までっつってたそれはあの本当音楽目指す目指さない以前の問題でさ <laughs> まず人間的生活をみんな送,送ろうぜっていうさ、まあ、もちろん収入大事なんだけどさねなんかあのー、人生いろいろ考えるよ俺もやっぱねうんなもうなもう言葉を選びまくっちゃうけどさうんうん <laughs> <laughs> シーサーさん、<laughs> 公務員試験の勉強しましょう <laughs>。うん。サンサラさん、ストリングス音源はまさにさそばねえ、だからさ、あのね、ついこの間、スイープフリックさんがね、その動画上げてましたけども、ね、ストリングス音源ランキングみたいなやつね。だから、ね、それによってさ、まあ、なんていうの、初心者が、なんていうのかな、ね、ツイッターでさ、初心者が買うべきストリングス音源は何なのかみたいなことがちょっと盛り上がったりなんかね、して,してましたよね。多分してないのかな。ね俺俺のタイムラインでは、なんかそういうに、 ね、そのなんか盛り上がり若干ありましたけども、まあ、そもそもストリングス音源っていう音源がさあの初心者向きじゃないからさ、ねまあ、そこはなんかね、あのー、あれかなと思いましたけども、うん、でもまあ、うん、あれねあのまあ話今脱線してるけど、あのー、結局ストリングスってさ、まあ、前も配信でも言ったんだけどそのおのさ スストリングスに求めるものが違いすぎてさなんかああやってね一色単にしてねこう何ていうこれがいいあれがいいっていうといろいろさ事故は起こるよねっていうのは確かに言えてるなと思いますけどもうん。うんョコさん貯金がどんどん少なくなってきて新しい機材やプラグイン買うのをためだったりそっちの方が操作してしまいますまあねだからねあのー、いやぶっちゃけるとさあのん、ー、だろう私もね、あのー、生活がありますから生活っていうかまあ 一人暮らしだったらね独身1人暮らしだったらもう全然なんていうのかなもうバンバンもっと買えるんだけど、ね、家族養ってさ、ね、もう子供ね2人いますから、ね、それを1人でやっぱ音楽だけ養おうと思うとさすがに独身時代のようなお金の使い方は、ね、できないわけですよ時々そういう使い方しちゃいそうになるんだけど、うん、しちゃいそうになるっていうかしてるっていうかまあいいやそれはね、うん、だからさ、うん、<laughs> それでね、うん、思うんだよやっぱその まあ、プロの人っていうのかな、まあ、まあねそういうバンバン変える人はいいなと思うしいいなっていうかもうそれもまあ当然なんだけどやっぱその兼業プロっていう言い方がいいのかな、まあ、兼業でやられてる方なのかそれともそのね兼業どころか別に音楽だけじゃ音楽の仕事はしていなくて普通のねなんていうのかなサラリーマンなのかな、まあ、経営者なのかな何の仕事をしているかわからないけどもね そういういい人たたちの方がさ結構お金自由に使えりすするじゃないですか、ね、プロが、ね、どんどん買えないような機材はさ、まあ、音楽でお金稼ぐのってやっぱりかなり難しくなってきていると思うからだからまあプロの人よりもやっぱねすごく簡単に簡単にっていう言い方があるとまた語弊があるなまあどんどん稼げる人はさどんどん機材買えるからさそれはやっぱねプロでも羨ましいと思う人たくさんいると思います,思いますよ。うん ねそういう人いらっしゃるんじゃないでしょうか、うん、今晩さん「音楽で成績を立てたいのか自分の曲がバズって褒めてほしいのかああ仕事をしたくないだけなのかちゃんと考えた方がいい」って言われて考えちゃいましたねああそこねだからまあ切り分けたいんだよ切り分けた方がいいかもしれないっすよねうん、うんで。音楽を成績で立てるって何なのかっていうねも,うもちろんさそういう人生設計があって俺別に今来てるわけじゃないからさ特に考えもせずさね別にね 皆さんに説教するつもりもないし、うん、み,んなみんなと同じようにさこうなんていうのいや俺もなんかプロになるんだぜみたいなさねあのビッグアーティストに曲提供して俺もねねビッ,ビッグな作曲家になるぜみたいなね感じでねあの生きてきましたけども、うん、それをいろいろ経てからのさまあいろいろ思うところみたいなところがあるんでうん。うんりょうすけみこのまま 自分は無謀にも先月会社辞めてお音楽に専念し始めたところです。まだ2ヶ月経たないくらいですか。将来の不安からすでに心が折れそうです。うーん。ねえだから相当やっぱ強いメンタルが必要だと思うんですよ。うーん。だからさ、何て言うのいろんなレイヤーでさ、メンタルを攻めてきますから、まずその音楽ができるのかできないのかっていう、まずメンタル攻撃がまずやってくるわけじゃないですか。 まず、そんな誰しもがね、うん。で、その中で、その音楽で生活をし続けるっていうことの、あの、なんていうの、メンタルのメンタル講義がありますよ。うん。これ。だからさ、それ多分、大体音楽で飯食ってる人大体そうだと思うんだけど、今やってる音楽って、俺、いつまでできるんだろうって。 っていううのはすごく思うんだよだからまあいろいろねこうやって YouTube もやったりとかあのー、ねまあ劇版とかやり始めたのもさまああんまり考えずにやり始めたんだけど事務所のねそのあれでうんで、まあ、っていうのもあるんだけど、うん、やっぱさ何て言うのかな他のもの j p o p だとまたねいろいろ変わってくるんだろうけどまあ劇版とかって結構なんていうのかなキャリアがさキャリアっていうかまあ なんていうか年齢とその何て言うのか技量がさ普通に比例してさ何ていうう高まっていく感じはすごくあるからあんまりなんていうのかなあのジャンル的にもさすごく何て言うの若いさフレッシュなさエネルギーよっていうの作品をねもちろんたまにあるけどもでも基本的にはやっぱさそのねあ,のあんまり失敗できないと突拍子なことをすることがねそのいいとも限らないからまあ基本的なねそのオーソドックスな何て言うのかな ものをちゃんとできる人っていうのがね、まあ、その曲数も多いし、それで曲がね、ちゃんとできなかったら、それは事故になっちゃうし、でそれね、いろ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 なところ幸せで来て、まあ、なんていうのかな、リスクが大きいからね、そうなってくるとやっぱね、経験豊富な人の方がやっぱ仕事がね、多くなってくるっていうシステムはあるんで、まあ、なんか音楽多分ね、長くやるんだったら多分劇版とかの方がいいんだろうなとは個人的に思ってますけども、アニメとかにおいてはね、うん。たださ、例えば今、その、 ね、アニソンとかのさあの最前線の曲とかだったら最近は多分ね VTuber とか多分人気だと思うんですけどもそういうののさ曲さ提供してる人っていうのは多分幅広くはいるんだろうけども基本的にはやっぱなんつうのかな若い力をさあの欲してるじゃんあのみんながうん作る側もその若いエネルギーでいきたいし聴く側もその若いエネルギーに当てられて たいしでその歌う側もさやっぱその若いエネルギーで一緒にこうのし上がりたいみたいなそういうのあると思うんだよね。うん、ただそのそこにね、まあ、乗り切れるのかっていう問題もあるしその乗り切れなかった場合にさ、あのー、乗,り切れなば乗り切れなかった場合じゃないね乗った後もさそれがさ多分大体さどっかでさ、あのー、なんていうのか あの限りは見えるわけじゃんこれはもうなんてつうのかな誰かをディスるとかじゃなくて全てのさこう事象としてさやっぱ流行りしたりってなのあるからさこれがすごい流行ったけど、まあ、それがね消滅するとは言わないけどもだんだん先細っていくっていうのはこれはもう何て言うのかなてててのここととにおいてほぼ当てはまるだからそういうことで言うとさそのねアーティストと一緒に作り続けていれば。 い,ければいいけけけれればどももアーティストも売れ続けてねでもさどうしてもやっぱり何ていうのかなマンネリ化してやっぱ若いさファンを獲得しなきゃいけないからそうするとやっぱ曲とかもさ若返らなきゃいけな,いけなかったりとかしてでそういうのがねあるからあの時々ねそのなんで俺はこんなにねさらけ出してるのか分からんけどもうん作曲の仕事って。 ってい,うのっていつまでできるんだろうなとは、ね、よく考えるだからそういう意味で言うとねなんかその劇盤の仕事を半分やってるっていうのはなんかこれはすごく何て言うのかなその劇盤という仕事自体の,、ねまあその問題も今後起こると思うんだけどいろいろオーディオストックとかストックミュージックのことだったりとかさ AI が何だりとかっていうのがあるんで、まあ、そういう、ね、仕事自体のあれは、ね、あの分からんけども何て言うのかな テクニックというか、そういうあの、うん、なんつったらいいのかな、そういうことに関しては、まあ、基本的には、なんつうのかな、キャリアとともに上昇していけるものなんじゃないかなと思ってはいるんだよね。うん。その仕事自体の限りとか分からんけども、うん、うん。で、なんだっけ何話したんだっけうん。 とかまあいろいろ考えたりするわけですよ。うん、まあ、そういうこともあるんで、まあ、そういうことを耐えるまずメンタルも必要なわけじゃない。うん、ね、そういうことにも耐える。これ結構みんなで、ね、多分作家の人たちみんな考えてってると思うんだけど、うん、同じようなことをね。うん、まあ、そういうことに対する不安のこうメンタルに耐えることと、うん、あと、うん、まあ、そんな中やっぱね収入のねあの上げ下げっていうのは結構えぐかったりするわけですよ。うん だから、ね、あのー、ちょうど確定申告のね時期だからねあれですけどいやもうさ俺もぶっちゃけちゃうけどさ去年度2021年度あのー、2020年度からね300万ぐらい下がったよねやばくない <laughs> 大丈夫か俺はみたいなねそういうねこともあのねなんつうのかな、あのー、そういうことに対してもこうメンタルをねやまないメンタルが必要なわけですよ。うん まあままああどうにかかななるかみたいな、うんまあ、ね一応どういうまあい,いろんなねその300万ってもすごいもらってる300万とさね大したことない300の中の300万ってやっぱ比率でね300万にもさこうなんていうのかいろいろ響きが変わってくるけどもでもまあねそれなりにダメージを受ける300 <laughs> 万と言っとこうかねえやばいでしょだからまあね別にねえそれまあそれを見越して。 っていうわけでもないんだけど、まあ、もうちょっといろいろね自分でもなんかいろんなことやんなきゃいけないなと思って結局さあのこの自分の仕事ってさ何て言うのかなまあ基本的にやっぱ頂い,いてその仕事をこういうコンテンツがあってこう頂い,いてでそれで、まあ、その何て言うのかその中でやっててで、まあ、その作品のでもそうだし、まあ、アーティストでもそうだし、まあ、そこの売り上げにさ左右されるわけじゃないですか。でだからやっぱ自分ででねコントロールできない 収入がやっぱ大きすぎて、うん、<laughs> あのねコントロールできないことはちょっと独り身だったら別にいいんだけど家族を今後養っていくっていうことを考えるとやっぱなかなかね、うん、人生設計は必要だなと思ってまあこれその一環でねまあそれ別に下がる前からそれは思っていたんで、うん、まあこういう YouTube もねその一環ではあるんだけども、うん、なんだろうね。 いろいろ考えてるんです私もこれ、こう見えてね。こう見えてっていうか、どう見えてるかわからないけどもね、うん。というね、まあそういうね、上げ下げも、こう、<laughs> ねえ、うん。みたいな。うん、ちょっとコメント拾おうか。うん。うん。うん。ちょっと待って、結構います。<laughs> じゃあ、あのコメントいっぱいいただいてますけども。えー、っと、うんうん。うん。唐揚げさん、はい、どんうん。 ああアイドルでも映画でも作品を良くすることに音楽に参加できたら自分は幸せだと思いますただお金の問題どうしてもついてもありますから会社に辞められてませんうんまただからだんだんさその音楽の価値っていうのかなうんなんかもうちょっと別のねことでさやっぱ消化しないとさみんなやっていけないっていうやっていけないっていうのはそのなんていうのかなメンタル面の話ですようんなやっぱどっか割り切りなんかすげえ夢のない話みたいな感じになっちゃって,て申し訳ないんだけどうん うん、だからさ何て言うの夢を語る人も当然いていいわけじゃんねその音楽はもちろんさ何て言うのかな夢がある仕事だしほんと売れたらねああ夢があんなっていう人ももちろんねいっぱいいらっしゃいますから、うん、それはまあ見てた思うしね、うん、だからまあ、うん、そういう人もいるし、うん、だからまあそういう人たちがやっぱさ サクセスストーリーみたいなことを俺なんかそういうで言うと俺全然サクセスしてないストーリーみたいな話にな,っみたいなことになっちゃうけどそんなことないと思う全然自分は十分ねあのよくやれてると自分では思ってはいるんだけどうんでもうんまあドリームを見せる人もいればまあ私みたいにねこうリアリティというかまあ現実的な部分でさうんだからまあ何んんて言うのかなある種そう幸せな人まあ夢を見る 見続けけるるここことととっってて追いかけることってあるじゃん幸せなことだと思うから、うん、だからまあねそういう人、まあ、例えばトムとかもそうだと思うんだけど、まあ、彼はどっちかっていうと夢を、ね、見させる側っていうかさ、ね、夢を与える側だと思うんだよ、うん、彼のね、まあ、言動とかもそうだしさそれも素晴らしいと思うしだから俺はだら彼は幸せな人を増やすような。 ななんていいううのかかポジションというかだからそういう意味で言うと俺はあの不幸な人を増やさないっていうポジションに言おうかな別に言おうかなと思って言ってるわけじゃないんだけど、うん、あんまりさこうなんてつうのかなねあのー、まあ俺,俺自身がっていうのもあるんだけども、うんまあ、そこはやっぱ冷静に考えてさこう分析して、ね、その自分の幸せの形っていうのかな <laughs> 何の話をしてんだろう、まあ、いいかうんとは思っているんだよね。まあ そこはやっぱ冷静に判断してその中で、ね、音楽で不幸にならないようにというか、ね、音楽とさ付き合っててほしいなというか楽しくね、うん、やっぱ、ね、こういうことでさなんていうのかな、まあ、くじけちゃったりとかもそうなんだけどやっぱなんていうかね、かう冒険しちゃった後の反動っていうのはやっぱね考えるべきだと思うんだよねそ音楽嫌いになっちゃったみたいなさこともたぶんたくさんいると思うんだよそういう人ね。うん そう,うん。京日さん、僕はコンペに一曲採用されてから久しく採用されてないし印税もはみたいな感じで潰しました。それから仕方なくレッスン業を始めましたがむしろレッスンすごい楽しくて恋愛感じてます。ほんと先ほどだけ食べたいですがそんなの人に痛感しました。真面目はねあのー、<laughs> 名前とは裏腹にね。うん。うん。うん。もンチッチある程度のプラグインを揃えたら物欲って収まりそうなんですがやっぱりいろいろしかなってしまうんですかね <laughs>。 これねいやだからね何でもそうだと思うんだよねなんかうん、まあ、ある程度のところまでいくとさ何ていうの香崎さんとかなんかで言ってたけどこう何ていうの <laughs> こう欲しいと思ったプラグ欲しいプラグインは何ですかみたいなさこう質問にさ香崎さんはさ欲しいと思うプラグインはあの全部買ったんでないですみたいな、ね、こと言っててかっこいいなと思いましたけどだからまあそういうね,あのねかっこいい人はたくさんいるんで。 うん、そういう泥臭い部分を言う人ってあんまいないからさ、ね、そういうポジションでおら行こうか、ねうん、だからさいやそうなんだよね俺もさもうそんだけありばいいじゃんと思うんだけどうーん何なんでしょうね、うん、これはもう音楽やったらねもう、うん、収まりはないんだと思うんだよな竹尾、うん、さん、うん、サラリーマンでも裁量大きい仕事すると責任は重いけどお金時間の自由度は高いですなるほどね、うん うん後き <laughs>、うん、さんみんなそっかや不安感を抱いてるんですね抱えてるんですね,ですねまあまあ抱えてるけど俺そんなにそこまでは基本的には何て言うのかなあの深刻に考えないようにしてるっていうのはありますよもちろんねあのなんかすげえ俺もさやっぱこう見てマイナス思考になるときあるわけですようわーなんかもうダメだみたいな、うん、俺もなんかダメなんじゃねえかなみたいなそういうときってね大体ね次の人が風邪ひいてます <laughs> これはねもう 最近も分かりだったら俺すげえあれ俺ってこんなにマイナス思考だったっけネガティブだったっけみたいなことをね思う時あるわけですよでそういう時の次の日って大体風邪ひきます <laughs> なんだよ俺ねやっぱ病は聞かれじゃないけどさあのなんていうのそれマジで大事だと思う皆さん体調は大事にしてほしいですねだからそのさなんていうの、ねあのーね、音楽として食っていけるかどうかみたいなことも抱えながらさ なんていうのかなサラリーマンでさ朝から晩までさ、ね、仕事してっていうのは相当やっぱ疲労感抜けないと思うんでうんそういう意味でもねやっぱ何て言うのかなまあた、ね、例え音楽の道を志、ね、すかどうか置いといたとしても、うん、やっぱ冷静なさ何て言うのかな判断とこう、ね、するためにもやっぱね ある程度、やっぱゆとりのあるね仕事をした方がいいんじゃないかなと思うんですよね、時間的にね。時間と体力というか。うんまあ、若いとまた違うんかもしれないですけども、も私ぐらいの年になるとね、うん、もうしんどいですよ。うん 脱サラしてアルバイトしながら作家事務所に入れた入れた人も知ってるしサラリーマン入りながら作家事務所に入れた人も知ってます人生一度きれいで死ぬ時にあれやればよかったと後悔するからなら自分の道を自分で決めるしかないんでしょうね本当人生一度きれいです生まれ変わりないなと思いますそうなんだよねだからさあのー、いや便宜上便宜上ではないねまあ何て言うのかな建前でもないんだけどなあ、あのーまあ、基本的にやっぱ俺仕事辞めるなって っていう派ですからポジションポジションでではないの別にポジショントークしてるわけじゃないから俺の考えとしてはね、まあ、やめないってやめない方がいいんじゃないかなっていうのはあの何て言うのね覚悟の話じゃなくて、うん、それでもさ人生一度きりで後悔とは言うんだけども、うんまあ、あればよかったね、まあじんえーまあ、人の人生だからね、まあ、みんな好きにやったらいいと思うんだけどうん 人生一度きりっていう言葉は結構何て言うのかな罪深い言葉だなと思うわけですようん後悔うんいろんな後悔の形があるからな人生一度きりだからチャレンジしようっていうさねそういう視点もあればさ人生一度きりだから安全に行こうっていうさ視点もあるわけじゃない。ねやっぱり人生一度きりっていう言葉はどうしてもさ挑戦する方のさ言葉にさ出がちだけどうんやっぱねあのー ね、なんていうのかな、うん、三浦さん,、うん。めちゃくちゃ分かりました。ありがとうございます。<laughs> うん、山本さ,さんの劇はめっちゃ好きでありがとうございます。本当に好き。<laughs> 一方で野生の作曲家のオーディオストックにプロを顔向けた作品が結構あります、ね、本当に日本の作曲家レベル高いし、アマチュアも野生の人間もレベル高くて、うん、供給、うん、需要の構造、どうにかならないかなと思います。 山本さん、年収つけちゃいますね。<laughs> ね、あの、まあ、いいんですよ。うん。私の年収など。うん。音楽業界全体ダメージを大きめですよまあ、うん。うん。井上さん、本当最前線で山本さん、最前線ってどこなのかな俺のいるところは最前線じゃない、ね、音楽の最前線っていつもどこにあるんだろうなと思うんだよな。うん。まあ、ね、きっとさっこう地、地平線が広がるようにさ、最前線は広いですからね。うん。うん。うん さんうんただ、えー、自分の道を決めない自分なんで、まあその通りだマスクのないようにいつか決断しますいいと思います、うん、コンペに猛者たちが300人も400人も集まってきてそこから23曲採用されてるのはマジで昭和だよなと思います偉そうですすいませんまあそれはねだからうんだからさ逆に今、まあ、オーディオストックとかもそうなんだけどなんかいろんな音楽のさなんていうのかなマネタイズの仕方っていうのはやっぱ増えてきてうんだから ある種さなんつうのかなまあオーディオストックでまあねコオロギさんみたいにさ、ねえまあ、あの人もいろんなことをやってるからあれですけどもまあいろんなマネタイズ方法を持ってお,きおいてでたまにさそういう風にさ何て言うのすごくねまあれ事じゃないから言うけどやっぱさそのオーディオストックでさ、ね、え例えば何いくら稼ぐのと、まあ、オーディオストックだけで生活するのとそういうね 華やかなさメジャーアーティストとかにさ曲提供するのとさもう同じぐらい稼げたとしてでそれどっちがさ「まね、あのいいですか?」って言われたら大体,大体の人は多分そうやって、ね、華やかな方をしたいなとは思うと思うんですよね分からんけども、うん、そういうなんかその継続性とかさ何ていうのそういうこととかはね、ま、置いといたとしてその,その視点だけで見たらばね、うん だからやっぱそういう意味で言うとそこはさその華やかさっていうのはある種なんていうのねまあ魅力でもあるしそこを追いかけるのはいいと思うしそ,まあそれとそれとは、ね、なんていうの生活とは繰り分けた方がいいのかなとも思いますけどね、うん、<laughs> なんか俺が言うのもあれなんだけどうんうんミュー,ニーさん私も過去音楽嫌いになって一切音楽聴けなくなった時期ありましたねえだからうん俺もだからさねなんか前も話したような気がするけど なんだあの <laughs> まだ全然作家としてはもう駆け出してたと思うんだよな確か作曲家デビューが先でその後なんかユニットとしてデビューしようとしたと時期だったかなその前後だったと思うんだけど、うん、もうだからさ、ね、家でさもう今日月、ね、あのなんていうの焼酎あれをなんかねジュースで割ってさ飲んでさ <laughs> <laughs> ヘロヘロになりながらねその明け方にさ、ね、ミスチル聴きながら死にてえと思ったりとかもねすることもあるましに,死に本当に死にたいわけじゃないんだけど、うん、ああんか俺ダメだっていうねこととかもありましたがその時になんか泣きそうになった記憶あるな泣いてたのかもしれないけど、うんまあ、それなりのねやっぱね音楽っていうさもののさ魅力のさ何て言うのかな反動っていうのかなそれもやっぱ大きいからさね 物が物だけにうん。みんなそれなりにね。多分ね。闇を抱えたりとかもしてると思うんだよね。うん、難しいうん。うん、<laughs> うん、<laughs> ですけど、山本さんは我々視聴者の物欲は愚かなのです。<laughs> そうだよね。うん、すいません。うん、みんなマジで同じような思いで作曲目指してるサラリーマンやアルバイトは学生が多いんでしょうね。 <laughs> 酒持って語られたお互い曲をだいそういうの大事だと思うんだよ。何べはみんなでさ傷をなめようっていうわけでもないけども。うん。うん。だからさまあ、うんまあ、だからこういうこと言ってる俺を見てさ、なんかすごい、ね、なんていうのか否定的なことを言ってくる人もいるだろうなと思うよ。うん、自分で言うのもなんだけども。まあいろんな考え方あるからね。うん モンチチさん小学校ボカロ P が話題になっていますが環境を巡り合うている人たちを見ると嫉妬してるし人まま <laughs> たいだからさそういうのかめちゃくちゃあると思うんだよだからさ何て言ったらいいのかな大体いいさ今プロの現場でさ、ね、バイオリンとかレコーディングするじゃん、まあ、バイオリンと、まあ、ピアノ系はまあ全てがそうではないと思うけどそういう人たちってやっぱ、ね、初頭の段階というかさもう幼少期からさねえ なんていうのそういう教育を受けてるわけじゃんいやそれってやっぱさうん。<laughs> だからあのー、そこってもう取り返しようがないわけじゃん俺一応さなんかピアノ一緒に習わされかけたんだけど嫌だっつって言えなかったんだけど今思えばやっときゃって思うことよくあるけどもねうん。だからさそうあのなんていうのうん。自分では取り返しのないような部分が結構あるから でそのその現場のさストリングスのさ人たちなんか絶対こう幼少期からやってるからさだからさ、うん、そこ恵まれてるっていうのはねうん、うん、あとそのなんていうのかな、うん、俺がさやっぱ人の親になってさ思うけど、うん、これ結構でかいと思うのはさ何て言うのかよくさ東大生の親はさなんていうの東大生になる っっててていうのってさなんていうののさ普通はやっぱ何て言うのかな普通を何と思って普通というかってはまた難しい話なんだけど何て言うの東大俺行くって言ったらさマジかよみたいな感じになるじゃんねあ,たある種頭おかしいんじゃねえかって思うわけじゃん何の小学生がさ俺東大行くんだみたいなってねいだしまあ例えば勉強ができてもまあ、うん、よっぽどね天才的なら分からんのかもしんないけどもさでもさ 親が東大生とかさまあ、そういう家系だったらさ俺東大になるなっていうのは結構価値観として普通なわけじゃんそれとしてさああの音楽家ももそれもあると思うんだよね。うん、だからさねえ、まあ、う,うちの子供たちとかっていうのはさそもそも親の価値観としてさ音楽で飯を食うってことがさ特別だけども特別じゃないというかあの何、ー、て言ったらいいのかなあのー、少なくともバカにはされない夢になるわけじゃん。ねえ でそういうい環境、ね、さあ別になんていうの音楽限らずなんだけどそれってやっぱでかいんじゃないかなと思うわけだよね、うん、である種さなんていうのかな自分がなってるからあの音楽のプロになり方は分かってるとまでは言わないけどもでもやっぱ普通の人たちに比べたらさやっぱ分かってると思うんだよね、うん、だからさ何が痛い,いかっていうとさそういう環境にね、うん、左右されるのはやっぱでかいよね。うん だからそういう人たちとやっぱ戦わなきゃいけないっていうことはやっぱさ、うん、まあそういう人たちはやっぱ慢心するからさうんうんだからそこにね足元救われたりもするんだろうけど、うん、なんか要するにタレント2世じゃないけどもうんうんそれはねうんうん <laughs> 当時のミスチルは病んで招待機とはします。ません <laughs> 当時のちなみにね俺がそう聞いてたミスチルはねあのなんだっけ ピアノノママンンいいててたたかなピアアっっう曲あったよねあのアルバムなんだっけ忘れちゃったな、うん、<laughs> みんな見スりす好きだよねうん、うん、子供も記さんいろんな分野で活躍してる子供ってそ親がその職で長い押し付けてるようにも見えて複雑傍から見てるとやましいのもあるけどまあそれはね大いにある、うん、子供もさんだからねそれがさねそのいい方向に働いてる人もい,いるけどでも俺のさ目に映ってるっていうかさ俺が知ってる人たちっていうのは多分それがいい 方向に転んんだだ人たちばかりだと思うんだよねでもそういう人たちの裏でさ裏っていうかさそういう人たちの他にさ同じようなさ多分夢を詰め込んだ親たちがさあのー、の中でそれをなんかなんていうのネガティブな方に行ってしまったっていうかさそれがまあ音楽嫌いになってしまう人もいるでしょういるでしょうしね。うん、そこ難しいなと思うけどさやっぱ何て言うのこうピアノ系は特にそうかな。まあ まあ他まあ、ギターはねあんまりやっぱ自,分自発的な人多いと思うんだけどピアノ系とかはクラシック系の流れを組んでる楽器の人たちってやっぱね幼少期は相当ね辛い思いしてんだろうなっていうのがこう透けて見えるというか、ね、話を聞くというかそういうのがあるんで、うん、なんか一概にはねこう簡単になれるもんじゃねえなとは思いつつも、うん、なんか小徳さん言ってる通りだと思うんだよねうん。ねだからまあ本人 確かにまあ、結果ありがとうとは思うけどその時は絶対だと思ってるしねそういうのあるよねうんうんうんううだ小学生がボカロピーとおそらく親はそっちの道なんでしょうまあそうでしょうねうんだからね、まあ、ツイッター冗談言ったけどうちの娘今3歳だからさじゃあうちの娘はさ幼稚園生ボカロピーにするかっつって <laughs> ねもうだいぶ親の手心が加えられた曲が出来上がりそうだけどねそもそもさねえ <laughs> 言葉もまだあやふやだからさ、<laughs> 曲作り以前にさ、ねえ。うん。さん、自分は兄貴が東大卒なんですか <laughs> うん。小児から親がガチガチに塾入れて教育してました。親の思いやアシストは絶対スワロとを感じますね。僕もいつか子供には必ずピアノやらしたい。<laughs> だからさ、あの、巨根さんのさ、あの、いろんな講談っていうかな、パーソナリティがさ、<laughs> 結構突っ込みどころ多いよな。<laughs> すごいよね。だってさ、だと まあね、勉強は結構、まあ、後天的にいけるっていうのはあるんでしょうけど、まあやっぱ、勉強もやっぱ才能ないとね、っていうのはあると思うからな。うん、まあ、ねまあ、その、巨根さんのね、そのお兄さんが幸せなら、は <laughs> はお兄さん幸せならいいと思いますけど、<laughs> 幼稚園生ボーカロ P。<laughs> 幼稚園生ボーカロ P はね、まあね、だからさ、でもさ、なんていうの別に、 <laughs> 小学生ボカロ P のことをとやかく言うつもりはないけどもさあのー、そんな何て言うかな、ね、もうもう曲もね聴けてないんだけどあの正直、うん、ちょっと聞けてまだ聴けてないんだけど、あのー、でも小学生ボカロ P はいずれ中学生になるし高校生になるわけじゃん。で、う、で、ん、でもその時時点点曲作れてるる才能あるから 順当にねけけばまあそのとは思うんだけどもでもやっぱ音楽ってさ難しいものでさ今さね話題性はあるけどもさ何て言うのかなプレイヤーとはまたちょっと違うわけじゃん何て言うのかなうん,うーんまあまあプレイヤーとも一緒なのかもしれないけどもどっかでやっぱちゃんと大人になった時にちゃんとスキル身につけてないとさねえそれはやっぱ何て言うのか聞いてくれないわけじゃん。うんでもまあそんな 小学生からボカロを作ってんだから大体はうまくいくんじゃねえかなと思うけどねうんうん今はさ高校さんがやりたいと思ったことがパッと手に取れる環境は用意してあげたいですよね未婚 <laughs> <laughs> そうそれはだからうんそうまあそれはあるだからねやりたいと思ったことに対してさ別に音楽以外のことでも別にいいと思うんだけどまあ音楽はやらせようと思ってるけどうんだからねまあそういう人たちさなんか 戦ううなとは思うわけよ、うん、別に話戻るけどさ、うん、俺だって一応俺もかなり恵まれてる方だと思う別に何て言うのねえ、まあ、一応母親がさ何て言うの,あの小学校の先生で音楽の教科をみたいなことをやってた人だから、うん、一応なんか家にもピアノあったけど別にピアノは別に習ったりはしてないからな、うんまあ、自分でピアノやったし譜面、うん、<laughs> 見て譜面見てさあの自分でピアノさあの習わずにさ弾いてたし。 <laughs> 学校読めんだからまあ、ね、音源だけありゃ何となくうまくいけんだろうみたいな感じでね、うん、とかやってましたけども、うん、でも、うん、かなり何て言うのかな親に反対されたことはなかったし、うん、そ,うそれだけでもやっぱかなりね恵まれてると思う。DTU もさ俺も俺中学校の時かかららやってるから ね、その時まだボカロはなかったけど中学生 DTMA でしたから <laughs>、うん、そういう人は結構いっぱいいると思うんだけどねその今プロになってる人っていう人では、うん、だそれはかなりね、あのー、ありがたいなと思いますようんうんルさんテニスとか野球とかも中学からプロになるとかほぼなそうですうん小1小2くらいの時期に2回するのってやっぱ違うんでしょうねうん確かにねうんうん <laughs> それは博士が大臣が二十歳になればっていうのが小学生 P に当てはまっちまったら目て <laughs> まあねうんまあそんな感じでねなんだっけこの話,話を戻そうよなんかすごい脱線してねそれこのメインこれをテーマにさずっと語り続けてしまったけどもうんうん、まあ、どっちがいいかって最終的にはやっぱさねえ 音源ももにさ何も言えないいじゃんっていうのあるわけですよねだからすげえ曲さクオリティ良かったら多分みんな割となんていうのかもうそこはもう一回覚を決めてやっちゃってもいいんじゃねえのみたいなこといやーまあ難しいなだって才能あったらさ才能あったらって言い方すげえ良くないな、うん、そういう実力がさあ,りあるんだったらやっぱサラリーマンやりながらでも多分ね多少こういけっかもなっていう 感じは出ると思うんだよね何かしらの形で。うんかそういう意味で言うと、うん、それがさ何て言うのかな、うん、どこまでこう掘り続けるかってよくさ何て言うのかなねえ何て言うのミームっていうのかなそういう画像でさなんかトンネルを掘り続けてさこうダイヤにさせ接近する直前で諦めちゃった人みたいなさ ねえなんかそういう、ね、画像があるけどもあれもまあ罪深き画像だなとは思ってんだけど、うん、あれするとさみたいなさ、ね、んながさみんなさ何て言うのかなやり続ければ必ず叶うってほどやっぱ甘くないと思うから、うん、別にさ何て言うのかな。うん これは別に敵を増やしたくない敵を増やしてかライバルを増やさないようにこんなこと言ってるわけじゃないけどね、うん、別にみんなやったらいいと思うんだけど、うん、自分の人生だからさ、うん、ただ俺のこの <laughs> ねアドバイスをまあこうこ,この片隅にねこう受けてくれても何ていうの隅に置いといてくれても別に、ね、損はしないんじゃないかなと思うわけですけども。うん うん、で,でも今の私たち、プラグインの技術的開発で昔より恵らめてるのかも、まあ確かにね。うん。うん。ゆさん、乃井坂がどっかの坂道系のシングル曲、現役弁護士がコンペ買ってましたよね。そう。<laughs> だからさ、うーん。うん。<laughs> 今さあれ、先にダイヤない場合ありますからね。そうなんだよな。さっきのね、その画像の話だけどね。うん。うん。まあね、そうなんだよ。 そうだからそ,それもやっぱいかにやっぱ自分を冷静に見れるかっていうことだと思うんだよねだから何ていうの当てもなくさなんていうの自分が今まだね目が出てないのは覚悟が足りねえからみたいなだとかこういうさことを言いがちなんだけどもいやそういうことじゃねえんじゃねえかなとは俺は思うんだよねうん。うん イルミナさん、イルさんだったら Snow メモしました。<laughs> しっかり一時に考えます。そう、それがいいと思います。うん、それはあくまで一意見だからさ、今別にね、イルミナさん曲聞いたわけでもないし、うん、とりあえず、なんていうのかな、一般的な、一般的なっていうとまた語弊があるか、うん、まあ、一般的なっていう言っちゃおうか、うん。的にはそういうことだよねっていう。うんうん、だから、厳しさ感じるしさ、うん、<laughs> 俺自身も。うん もう時代の変化とね、だからこれまたさあのすごい何て言うのかな景気の問題もあるよね経済の本当とに。何から何の仕事をし,してもさこう何て言うのかな収入上がるみたいなさでまあアメリカはまあちょっとインフレしすぎやってるみたいだけどもさ日本で暮らしてる以上さずっと何て言うのかなあのー、ね停滞してるわけじゃない経済的に。そん中でやっぱりさ、ね 機材代はさ、どんどん値上げするのにさ、ね、経済良くならないんじゃったら大変だよなっていうね、うん、うん、うん、瀬川原さん、久しぶりに、お久しぶりです。いつもツイッター、ありがとうございます。僕はギタリストの仕事で波に乗りそうなところで病気、そうですよね、うん、そういうタイミングやったんですね、現場仕事ほとんどできなくなりましたからね、安定した収入を持っていることがいかに大切か身をもって知りました。うん。 まあそのかなりさ、あのー、なんていうのかな、あのー、レアケースであると思うんですよね。うん、だ,、うん <laughs> だまあ、なんから、そういうための保険をねあの取,ろう取っておけようとはさすがに言わないですけどでもまあそれは、まあ、本当アンラッキーだったなと思うんですよ、うん、セガールさんに関してはね、うん、難しいですよだからね。 波に乗りそうだったっていうタイミングでそういうね病気発症させられさす発症発症日本語はなんていうんだうんね発症されたわけですからうんそうですねうんサンサラさん,ささん山本さんは界隈でも意見が一番不安定だと感じました界って <laughs> 界隈ってどこの界隈なんだろうかそんなにあどこで言ってる界隈あるのかなあるのか分からんけどうんまあね、まあ 一応そんな感じですかなんか答えになってんのかななってるよね大丈夫かなうん、まあ、自分で決めた方がいいと思うけど俺やめといた方がいいよっていう時代がねそうだからそうそう話ちょっと戻るよあの経済的にさ何の仕事してもさもう仕事はいろいろ溢れてるっていう言い方まあ仕事は別に溢れてはいるのかねだんだん景気が良くてさっていう状況だったらさ まあなんか失敗すりゃさまた何か別の仕事付き合いい,いしみたいなさノリがあった時代の価値観も多少残ってると思うんだよそのねえ分からんけども、うん、やっぱねそういうの時代にやっぱアップデートする必要はあると思うんだよねそれはさ何て言うのかなもうこれから目指してる人に限らずさ今現在プロでやってる人もさ何があるか分かんないじゃんっていうのはさね本当にさ何て言うのかな ううい仕事だと思,い思うんですよ、ねうん、まあそんなことを考える人間ではなかったんだけどやっぱ家庭を持つとそうなってしまうのかなまあもともとそういう気はあったのかもしれないけども、うん、でもだからさい、うん、いろんななことがあるじゃないですかやっぱこう曲提供をさするっていうさ何て言うのかなうんうん。うん ザマーミロさん、3日くらい前にギリバン作家さんのツイッターでサラリーマンなどの逃げ道作ってるとプロになるわけねえって呟いてました。<laughs> プロー作家さんでも意見が割れそうな、<laughs> 何代なんですかね。僕は山田さん信者です。<laughs> なるほどね。いや、まあ、それも、だから、うーん。 だからさ、いいやそれはもうう正しいと思うよ、うん、否定しない全然その劇伴作家さんが言われてること俺それっ,っと誰がおっしゃってるのか俺見てないから分からんけども、うん、でもさその逃げ道作ってるやつがプロになれるわけねえって言うと、逃げ道作らずにプロになれなかった人は一どうなってしまうのかっていうね、うん、そういう相反するとこなんだよだから何が言いたいかっていうとうんそこに。 飛び込むか飛び込まないか聞く自分の責任だからさまあ周りがね俺がさいやそういうなリスクを踏む必要ねえんじゃねえのっていう人もいればそういうそんなことをさ中途半端なことでプロになるわけねえじゃんっていう人もいるわけじゃんうんそれはまあみんなおのおの思うこと言うわけじゃんだからそれはねいろんな人のさ意見を聞いてさ、ね、自分で判断しなさいよっていうね一番無責任な答え言ってるけど <laughs> うんだからさあの まあいろんなね、スタイルありますから。うん。千田さん、余計に欲を出さないで、ただ作り続けるが一番です。の乗り続ければ満員でしたって、いつかは席あげます。<laughs> まあね、うん。うん。竹雄さん、音楽も山本さんのような世間一般向けの商売はかなり狭きもんですよね。楽,楽器メーカーも売り上げアマチュアに支えられてるし、ねえ、えっ、ー、と、講師業もアマチュア向け、この配信もですが、うん、そうですね。細かく住み分け、 されてるか、ニッチの代わりを見つけないといけないところとなる,る。難しい。だからさ、ちょうどこの間さ、ね、あの、ね、ソニックワイヤーさんの、ね、あの、ソニコン、ね、のあるんで、ちょっと、ね、審査員の、ね、あの、顔合わせしましたけども、なんかちょっと、ね、その、話聞きましたけど、話聞きましたっていうか、まあ、ね、谷さんっていう方ね。まあ、もともとクオンにいらね、ね、あのい。 いいらられた方られたた方方日本が合ってる、うん、みたいで、まあ、なんかやっぱそのねすごい機材をバンバンやっぱ買うのは、ね、お金を持ってるプロとかよりもそういうお金を持ってる富豪の方がやっぱね買いがちだって言ってましたねだからそういう人たちがねた,たまにさこうなんて言う,う言っていいのかないいよねい大丈夫だよねなんかこうロックオンとかでさ、まあ他の楽器屋でとかもそうなんだけど高級 機材が割とさ、バンといきなりか中古とかで出てたりするのは、やっぱそういうなんていうの、不法の方がこう持て余してこう売ってしまうみたいなことがね、多いみたいですけどもね、うん、うん、うん。祐介さん、山本さんが作曲家じゃなかったら、なん、なんのお仕事をしてたと思いますか。なんのお仕事をしてたんだろうね。いやあのね、まあ母親がまあなんていうの、学校の先生だったから、まあが 学校の先生を、まあ、目指すかっってなったのかなそう言われると俺は何をしていたんだろうかと思う何をしてたんだろううかと思うけどこれは言えるのはね俺多分自分がいろいろ人生でいろんな職業を選んであの音楽が多分一番稼げてるチョイスになったんじゃないかなと思ってる。うん なんて言葉難しいんだけど、うん、俺の能力のあの何て言うのかな最大限のフル能力であの一番結果音楽稼げてんじゃないかなって思うことはある、うん、い言っていくると分かるかな、うん、まあいいや、うん、まあそういう何て言うのかな、うん、うんっていうのが何て言うのその、うん、ななんつったらいいのかなまあラッキーだなと思う、うん まあ、作曲な何,何,、ねうん、何してたんだろうそう言われると急に考え込んでしまうのもどうなんだって思うけど、うん、まあ学校の先生やってたかな、うん、多分 <laughs>、うん、う割とねその自分の、ね、性格とこうこうと決めたらこうみたいなさ良、ね、くも悪くもあるんで、うん、<laughs> まあさ質問箱に答える配信さまだ2個目しか 答えてないんでこれすごいもう1時間ぐらいきっと喋ってるよねきっとこれだけでね今なもう時間くすぎちゃってるはいまあまあこのテーマはねちょっと永遠に語り継がれるというかまあちょっと議論の余地が大変あるんでうんまああくまで一意見として聞いてもらいたいですねうん、うん、だからさおそらくね何て言うのかなあ まあ直接言われたこともないし、そういうのを目にしたこともないやけど、俺の少なくともその、なていうの、視界の範囲ではね。うん。だから、こうやってさ、YouTube みたいなことをさ、作曲家 YouTube やってるのもさ、そんな二流のやることだよって思ってる人、うん、結構いると思うんだよね。うん。まあ、俺もそう思うし。<laughs> な、なんでかっていうと、本当に一流の人っていうのかな。そんな暇ないからね、配信とかしてる暇が。うん。<laughs> うん、もう12時、そうなんだもう12時なんだよね、今日ついに、さっきの前のから始めてもう1時間半ぐらいやってんだよな、うん、まあ、久々の日曜日配信ですございますけども、特に、特に理由なく日曜日になってしまいましたが、うん、はい、今日あの質問箱に答える配信だから、ね、ちょっと、ね、次行くよ、あのこ、こっからね、変わってね、はい、重い議題になっちゃったけど、はい。 どんどんいく。あの、一気に消化するよ。消化するって言い方よくないね。エレクトロン製品のおすすめを教えてください。誰か教えてあげてください。俺、使ったことないんだよな。うん。あのー、これはね、うん。調べま,調べましたけども、俺は使ったことないなと思って。大体こういうのね、フラグシップをね、あれすればいいんじゃないか。<laughs> ねだいぶ大丈夫。この答えよくないよね。うん。ごめんね。使ったことないんで、ちょっと答えようがないなっていうのは、ちょっと正直なところでございます。はい。ちょっと、<laughs> ね、い一応さ今あの一回さ質問箱を見てみるねチェックしてみる質問箱うんうん <laughs> ち,ょちょっと来てるなちょっと来てるなちょっとさ話題似てるやつ話題似てるやつ話題似てるやつちょっと集めとくね今日そういうちょっと全部の質問答える必要ないんだよ今日だってうんちょっとさ似てるさうん似てる 似てるものをちょっとピックアップしとくうん。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 ちょっと、ちょっと似てる質問はさ、ちょっと、あれしよう。うん。ちょっと待ってな。ちょっと待ってな。えー、っと、えー、っと、うん。ちょっと待って。えー、っと、この人、この、この方、この方、ちょっと近いこの、あ、 こういうね、ちょっと今日そういうテーマにさ、ちょっとよ寄せてこう。はい。<laughs> さっきの人ごめんなさいね。なんか全然何も答えてないけど。まあ仕方ない。ちょっと分かんないものわ分かんないってね。正直に言っていくスタイルですから。はい。はい、いつも YouTube や Twitter 楽しく拝見しております。ありがとうございます。えー、現在28歳。大阪でギター講師や演奏活動をしているのですが、最近 DTM の作曲を始めました。えー、将来サッカー事務所に所属してコンビに参加したり、アニソンやアイドルの曲を作る作曲家になりたいのですが、 大阪に住み続けてその,そのような活動はできるんでしょうか住む場所は東京に移した方がいいんでしょうかまあそこに行く至るまでだったら別に今のままでいいんじゃないでしょうかね。うん。なんか事前に移す必要はないんじゃないかな。必要になってから東京に移した方がいいと思いますね。まあそうかくいう私もね、あのー、今さい、まあ、埼玉っつってもまあ、うん、一応な、新宿から1時間ぐらいで、ね、電車では来れるんだけど、うん。 あのなんだ、うん、まあでもちょっとね都心からやっぱ遠いなって今までねあの1時間ぐらいで行けたところが2時間でかかったりとか、うんまあ、今まで、ね、東京に住んでた頃よりかは、ね、移動時間倍かかってますけども、うんまあ、東京じゃなくてもね、うん、だから結局曲だけの提供とか、まあ、アレンジ業とかアレンジ 仕事とかするようになったらまあ、東京来た方がいいと思うけど、あのその事前段階だったら別に。うん、ゲップしちゃってごめんね。うん、大阪でもいいんじゃないかなと思いますけど、うん？大阪でいいと思います。<laughs> ね、答え答えになってる。うんまあもうちょっとこう。何て言うかな？あの、うまく回り出した時に、うん、やりましょうよ。 やりまましししょょうううか引っ越全然遅くだって今でもだってさ逆に最後こういう時期時期っていうか時代になっちまったもんだからさ時代になっちまったもんだからさっていう言い方もあれなんだけどねあのー、もうリモート、ね、系やっぱ増えてきたんでねあのー、仕事をリモートできるのもすごいね楽チンなのっていうか便利だなって思いますうん、まあ、それまあ唯一ねコロナの良かった良かったっていうのかなうん。 でではあるんですけども、うん、リモート系がね一気に発達したんでまあ、今までやっぱ難色を示したりとかいろいろねあったみたいですけどやっぱ、ね、そういうなんていうのかな不可抗力というかまあねえ、うん、横山さんがねもともとね劇伴作家の横山さんがなんかそういう活動をね一生懸命ね頑張られてましたけどもそのリモートレコーディングをたくさんさで,できるようにっていうのはねでも、うん、それでもやっぱ限界あったけどね それがやっぱこういう時代になってから今日一気にさそういうのがね進んでねまあそういうもんだよなと思いましたがうんそういうなので今今よりも今よりも、うん、前よりも今のはねだいぶ東京にいなくていいんじゃねえかっていう感じは強いんでまあどの道でどっかでうん東京に出る必要あるかもしれないですけどもまあその後また東京を離れることも全然可能だと思いますねうんはいそんな感じでしょうかはいではいちょっと待ってくださいね えっとえっ、ー、とさっきちょっとちょっと待ってえっ、ー、と、うんうん、さっきなんか重めの重めの質問が来たんで重めの質問重めの質問を返そう <laughs> ねちょっと事前にね質問されきてねあのしてきてくれた方ちょっと申し訳ないですけど今日そういうちょっと回になってるんでまあ せっかくなんでねそういうなんていうのかなヘビーな話題にね切り込んでいくこともたまには必要かということでこれかこれだこれちょっと今ちゃんとは読んでないんだけどなんかヘビーそうヘビーそうな質問だったんでちょっとこれいきますねはいはい、うん、現在19歳の音大生です去年の6月より作家事務所に専属契約で活動しているのですが素晴らしいですね コンペ全くうまくいかず、毎日が辛いです。まあ、19だしね。うん、まだ若いから大丈夫だ。あ今今俺が言ったことをまさになか言われてしまって。<laughs> うん、まだ若いから大丈夫とよく言われるのですが、私の一切下の知り合いは秋元康プロデュースアイドルにも提供したりしていて、どんどん自分とは差が開いていくばかり、この持ままちこぼれていくのではと感じています。これが普通なのでしょうか？ うん、明らかにセンスもないですし最近は曲を作っててもイライラしかせず途中でやめてしまいます何かアドバイス欲しいです <laughs> うんねまあこれはまあちょっといろいろいろあるけど、うんまあ、いい面と悪い面ねあまあ、まあまあまあ、真っ先に感じましたけども、うんまあ、19歳の女性もね事務所に専属契約 しててるって言ってて、まあ、もう普通の人はやっぱ才能あるんですよ圧倒的に、うん、これはもうねど,、まあ、どういうちょっと事務所かにもよるんだけどぶっちゃけうん <laughs> まあ事務所にもよるんだけどなんかたまにちょっと怪しい事務所でね専属になっちゃってもねどうなるってあるんだけども、うん、まあそこはちょっとね、あのー、そこまで掘り下げていくともうきりがないからあれなんだけど、まあ、一般的に言うともうかなり才能がある側の人間なんですようんでそんな中でまああのー、そういうライバル的なね うん、人がいるわけです、ね、まあそれはねさらに環境としては実はすごくね羨まし羨ましさすらあるねいい環境だと思うんだよね。うん、だってさあのー、うんなんつったらいいのかな普通に考えたらちょっとやっぱ天狗になっちゃうポジショニングにはなると思うんだよね。うん、なかなかやっぱ19歳の学生時代の時専門事務所にさ専属契約する人なんていないからさ やっぱこう一目置かれたねこう存在でやっぱすげえってなるところをそれ以上の友人がいるわけでしょ一し友人っていうか、うん、知り合いはでねまあそれはもっとすごいんだけどそういう人がねいた方がいいんですようんうんなんかうん満身しないというか、うん、<laughs> でももっと言うと、まあ、その人がねそのままバーッとね売れていけばこれもうその あな,たあなたにとってその一切しの知り合いはねもうプラスにしかならないと思う正直うんその人がどんどん上に行けば行くほどなんていうかな話されるんだけど話されたところでなんか違う次元の存在だったんだなって思うんでそんなにダメージないはずです <laughs> うん変に近いからねそういう風になっちゃうけど今は、うん、だんだんこう売れっ子になってスーパー売れていくとあなんかちょっと違う次元の人なんだなっていう 私もそういう感じありますけどねそう,そういう人いますけど <laughs> 違う次元の人間だなっていうねなんかこうあど,どっかでねこう <laughs> 諦めじゃないんだけど <laughs>、うん、みたいなことになるんで別にねそ,それは意外と大丈夫ですよ。うん、とかだったりあるいは、まあ、その人がさその,そのまま売れ続けてるとも限らないわけでしょ。 うん、そのままずっと続く人もいるかもしんないけどじゃあ10年後どっちがあの本当にね何ていうのかなプロとしてちゃんとやってるかっていうのをでこれ分かんないんで特にこの19、20歳ぐらいの時って、うん、そこってすごい危うい時期なんだよね。うん、これはねもうすごく感じるんだよね。うん、だから大事なのはねコツコツ やることだとだ思いますよ今その才能があるわけですから、うん、そうすればねよっぽどことがない限りはね、うん、間違わないんじゃないかなと俺は思ってしまうけど、うん、分かんないけどね、うん、基本的にはそう思いますよ。うん、やっぱこんなすごい言い方悪いですけどその、ね、この19歳の問題生の方のさところにまで行けずにさも日々もがき苦しんでる人もたくさんいるわけで、うん、もう才能やっぱあるんですよ。うん センスはないと言ってるけどまあそのね音楽系のやっぱりありがちなのさなんていうのかこうネガティブ系に行ってしまうっていうのかな、うんまあ、ポジティブ系に行く人あんまりいないっちゃないんだけど、うん、そこはやっぱそこで曲作れなくなってるっていうのは本末転倒だと思うんで、まあ、割り切り切が必要です、うん、だからまあそこを目標というかね、うん、それはもういい位置でさやっぱライバル的なふ,ふうに思っていながらもまあ自分は自分だということでしょうかね。うん だからね、その売れこれ良くないのが、まあ、その一切、ね、下のこの知り合いの影響を受けて、なんかちょっとそこに対抗するような音楽とか作り出しちゃうと、これもダメです。うんうん、大事なのは、あくまで自分の得意なものをちゃんとやることですね。うん、やっぱ対抗意識持って戦い始めちゃうと、それもうどのみちくない方向に行ってますから、うん、<laughs> そこはね、結構大事にしてほしいですね。はい。なので、まあ、うん。 メンタルをね手に入れたい、うん、この何ていうの影響,さ影響されないメンタルっていうのかな、うん、そこはもうちょっとしっかり持ってほしいですね大丈夫かなこれアドバイスになってる、うん、で,もでもそういうことだと思うんだよな、ねうんまあね、やっぱどうしてもさ視野って狭くなっちゃうからさ、うん、こう、ね、狭い範囲でさ全てを考えてしまうんだけどな長いですから人生はね、うん <laughs> トムさんトムさんとは他人に全く嫉妬しないって言いましたね <laughs> そうなのまあまあうんもう全く嫉妬しないっていうかまあ嫉妬するようなポジションにいないんじゃないの <laughs> 知らないけどうん彼はねトムはちょっとね周りをね不幸に不幸にしてるって言い方をするとすごい語弊があるんだけど <laughs> やっぱねこれあのうちの事務所の中山君とかとも話したんだけどやっぱねトムがこう なんていうのトムっていうのはね、まあ、知らない人あれ言うとトム・ハックっていうねやつがいるんですけども,もう私の一個下なんですけど年齢的にはね、まあ、同じ事務所でね <laughs> だからでなんかやっぱ影響力がすごくあったんでそこに対抗してなんていうのかな心を砕くみたいなのが多分彼の周りに何人か起こってたと思うんだけど、まあ、俺そんなそこまでじゃないんだけど、ね、そのうちの事務所の、ね、後輩中山君とか <laughs> と話してたんだけど。 トム,さんトムさんが周りに悪い影響を与えるからみたいなことをねこの間話しましたこの間っていうか去年話しましたけどうんあのそういうのがあるんでまあそのいいライバル視をしてねうん悪い影響を受けないと <laughs> 悪い影響は別に彼が悪いわけじゃないんだけどうんまあだからそんな若いうちからさそんな決まってるってことはさまあカリスマ性もあったりとかするかもしれないですからねうん <laughs> そこに変なこう何て言うのかな <laughs> 変なあれを受けすぎないということで。うん。シーザーさん、贅沢な悩みで視聴者のおじさんたちのライフはゼロ本当んだよね。だからもう本当だよねっていう言い方もちょっと良くないけど。うん。うん。モンチさん、大石さんは30代後半で売れてるし。確かにね。うん。まあ、大石さんも結構そう、なんていうクローニ人エピソードさ、ねえ、持ってますからね。なんか、と、なんかそれを聞くとさ、ねやっぱみんな頑張んなきゃいけないなって思うよね。うん。うん サンサナさん、対抗意識がいけないっていうくだり、さらっと重要なことをおっしゃってましたね。うん。対抗意識はね、あの程よい対抗意識、な対抗意識を捨ててしまうのも良くないんだけど、うん。だからあの対抗するべきところをね、間違えないっていうことかな、うん、だと思うんだよね。 そん,なそんな感じかなそんな感じかなちょっと待って、これヘビー系の、ヘビー系の質問ね。うん。ちょっと待って、さっきちょっとチャットでさ、うん。えー、っと、うん。皆さんね、山本さんの一日のざっくりしたルーティンを知りたいです。うーんとね、大体いいまず朝から行くと朝6時に息子に起こされます。10ヶ月の息子に。あのー、一緒にね、あのー、子供たちと寝てるんで、 まずなんか「あ」とかって言ったりこう顔にパンチを食、ね、らいながら起こされます。な俺な夜何時に寝ようとも6時にまず6時から6時7時の間にあの1時間かけて起こされます。<laughs> でそしたらまああのねまあここ何ヶ月間の話だけども、うんまあ、基本的にはまあ朝ねこそこから起きて、えっと、娘隣にいる娘を起こして。 3歳の娘を起こして、で、息子を抱えて、あの2階のね、寝室から1階に降りて、で、とりあえず2人のね、おむつを替え、そういうルーティーンの話してない <laughs> おむつを替え、で、息子にミルクを飲まし、200ミリのね、ミルク、まあ,あ、ミルクというか厳密に言うと、なんか、なんていうの <laughs> ミルなんか、なんか、ちょっと違う種類のミルクですね、なんか、離乳食器のね、はい。 まあ、朝ごはんを、も、ま、う、あ、私が作るときもあれば、も、ま、う、あ、うちの奥さん作るときもあるか、まあ、そのときの、<laughs> めちゃくちゃ幸せじゃないですけど、もう、まあ、そこだけ聞いてるとね、あの結構大変だけどね、うん。まあいいや、それで、まあ大体、まあ、朝ごはんとかなんだやって、まあ、家事とかもね、ちょっとやって、うん。うん。で、まあ、9時ぐらいとかぐらいにここに職場に来るかな、うん。うん、で、まあそこから、まあ、仕事を、うん。 <laughs> 仕事をまあ6時ぐらいか7時ぐらいかまあその時によるけどその仕事のね忙しさ具合によるけどぐらいまでやると <laughs> まあねそ,こそこは結構省かれるルーティーンなのかっていうまあルーティーンってほどでもないからなうんむしろうんでも帰ってきてまあ夕飯を作ってくれてるんでまあみんなで食べてでその後まあと2人がかりで子供,の <laughs> 子供たちのお風呂を入れてでまあ寝かすと、う。ん で寝かしたっ、えー、とにこうやってあのー、配信に来ると <laughs>、ね、まあそれはまあ,あの週末の一日ですけども、うんまあ、基本そうですかね、うん、どうなんだろう、うん、仕事のルーティーンはそんなないかな朝来てとりあえず一杯コーヒーを飲むとかそういうぐらいかなうん、うん <laughs> 空振りいっいます。コロナやウクライナの件もあり、先行き風になるのが自然な状況ですよね。とりあえず目の前のアレンジコンテスト頑張って楽しんで作りました。<laughs> 楽しい企画ありがとうございます。そうですよ。あのー、今ね、一応、宣伝もさ、宣伝も挟んでいくよ。この途中で。えっ、ー、とー、どれだどれだこれかなはい。今、人がいっぱいいる時に一旦入れとこう。 1> 第1回山蔵主催編曲アレンジコンテストというのをねやっておりますはい、えー、なんとアニソンアーティストザックが歌唱した仮歌データを使用してワンコラスアレンしてくださいということで、はい、今配布してるんでねあの多分私のこの概要欄どっかに行くとあの o g l e のあれで、はい、Google アカウントないとちょっとダメなんであのなんかステアカーでもいいんで Google アカウント作ってアクセスしてみてくださいはい応募期締め切り3月9日まだまだ時間は そうこうしているうちに、そうこうしているうちに、え、残り何日結構な日に日になってしまったな。あとあと何あと10日ぐらいあら。どうしよう。集まりが良くないですよ。ちょっと。まだ15曲ぐらいしかない気がするな。ねえ。もっとたくさん集まってほしいから、もしかしたら延長するかもしれない。締め切りを。でも3月9日です。はい。あんまり集まんなかったら、ねえ。はい。 でなんと副賞はソニックワイヤークーポンほか、まあ、詳しい副賞はですね、あのー、リンク行って見てみてください。一応1万円分、一応なんか 3, 3コースぐらいあるんで、まあ、各受賞者の、ね、方には1万円の、ね、クーポン券をソニックワイヤー様からご提供いただくことになりまして、はい、それをだからまあ、あのー、重症者の方はね、あなんだ、これが欲しいってちょっとヒアリングしてから、そういう 感じのクーポンの出し方になると思いますけども、はい。まあ、そんなこともやっておりますんでね、はい。うん。<laughs> うんめ。めちゃくちゃ走せ <laughs> 序盤からめちゃくちゃ走れる。<laughs> ありがとうございます。うん。<laughs> 今日こそ、この左下のガスマジでよく見ます <laughs>。これもさ、あのー、ねえ。 まだやってんのかなミリーさんね、さっき配信でさ、ミリーさんもさ、たまたまね、楽曲コンテストやっててさ、でミリーさんのなんか今日のサムネにさ、この俺、ね、あの、イラスト屋のさ、DTM のさ、イラスト屋のイラスト使ってんの見たよ。うん。ねえ。<coughs> うん。3月に入ってから頑張るやつ、8割。ね楽しい、皆さん。もうすでにね、集まってきて、もうす,すでに面白い。うん。かなり。これはなかなか楽しいことしたなと思っております。うん。 うっちゃさん、これから作ります。これから作ってください。まだ間に合います。はい。出すのはね、ただですよ。はい。うん。もうね、もうみんな本当自由に、個性的にやってくれてるんで、はい、自由にやっていいと思います。はい。面白いですね、非常に。うん。こんな感じですか。かはい、うんまあ。とりあえずね、1時ぐらいまで質問、残り質問答えていきますよ。はい。えっと。 まあそんな感じで、一応なんかそういうヘビー、ヘビー系の質問っていう言い方、ちょっとお茶飲んでいいか <laughs>。はい、ちょっと喋りすぎたもう休憩するねちゃったお茶飲むわ。 ただいま戻りました <laughs>。はい。えっ、ー、と、ちょっと質問をもう一回ね、えっ、ー、と、答えたやつもあるし、うん。まあ、こっからはね、まあ、この緩やかな、えっ、ー、と、質問にしていこうと思いますよ。うん。はい。もうちょっと瞬殺で答えてしまう質問になってしまう。はい。続いてこちら。シンセ、これ、バイタルのこと言ってるんだよね、多分ね。バイタル使ってらっしゃいますか使ってないです。あの、使うためにダウンロードしたんだけど、プロツールスで使えないことが判明して、 あのーね、使わなくなっちゃいましたなんかサブスクリーム入ってたんだけどああのーねあのね、ー、やめてしまいました、うん、でもあれ,あれか無料で一応使えるのかなうんねちょっと待ってね今あ,ちあちこちあちこち質問は一回ちょっと整理するねうん 新たなな投稿はない。あ、よしオッケー大丈夫。バイタルのこと言ってるよね、バイタルだっけうん。あれバイタルでいいんだっけであな,んかなんかフリー申請じゃないけどサブスクといろいろコースがあってね、ねなんかポストポストセラム的なやつなのかな、うん、ちょっとあんまりちゃんと使えずに終わってしまいましたけど、うん。今日こん、バイタルマジ最強ですね、重すぎるけどセラムの上位互換機能多すぎ、そうなんだ。えー、ちょっともう チェックしてみようかななんか AX が入ってんだったらさそのバイタルね欲しいなと思欲しいというか使ってみたいなと思ったりしてうんバイタルバイタルえー、っとこれバイタル VST 出てくるのかなうん AX がねちょっと待ってど,どっかに書いてあるなんか必要なら作るっていうような感じだと思うんだけど だからいいっぱい何か挟まなきゃいけなくなるんでそうなっているとかなりねこの重たいんですよなこの腰がね。うん、確かね、うん、バイタル AX はないと思うんだよな。うん、書いてないな。うんバイタル入れたらなぜかすぐ落ちるので使えてないです。なるほど、うん マジでいつの時代だよって感じのグラフィックの切り替わりの遅さがビビりますか重たいんだなるほどねなるほどなんかねユーザーインターフェース見た感じはね結構軽そうに見えるけどねちゃんと使えてないからさ、ね、全然しやがったけどそうなんですね、うん、最近ねちょっと個人的にはねあのアナ2っていうんですかアナ2がいいなと思ってますはいそれなんかね最近お気に入りです、うん <laughs> さバイタル重すぎてきついです。みんな重たい重たいっ言ってる。相当重たいんですね。うん。そうなんだ。それはなんか逆にこの参考になるチリですね。<laughs> はい。というわけで、はい。これなんで愛、愛が大文字、なんで愛だけ大文字なのかっていうね。はい。そういうスプリットじゃないよね。はい。というわけで、使っておりません。はい。やめてしまいました。ちゃんと使わずにやめてしまいました。はい。次。こちら。 えー、最近ギターの打ち込みの限界を知ったものです <laughs> 一生懸命俺も配信したんだけどね、うん、これからギターを買って練習しようと思うのですがある程度の曲中で使えるようなギター演奏技術や自然なフレーズを思いつく能力が培われるようになるまでい一体大体どれくらいの期間がかかりますか <laughs> またおすすめの練習方法や上達のコツなども教えていただきたいですということでこれはねもう人によるとしか言いようないよね <laughs> もさでもやっぱ うーん普通の観点からいくとやっぱね23年はかかると思うんだよちゃんと練習して、まあ、才能ありゃ1年とかでもうそういうこと多分できるんだと思うんだけど自分のことで振り返るとやっぱ23年はかかってるんじゃないかなまあでもあれかもともと何か他の 楽器をやってて曲を作ってるのは先で後からギターってことはもし,しかしたらね普通の人がいきなりさギター始めるよりかはさなんていう上達早いかもしんないけど、うん、そうだねどうだろうねやっぱ23年はかかるんじゃないかなと思う、うんまあ、おすすめはやっぱねシンプルに何て言うのかな、あのーね、自分の好きな曲をコピーすればいいと思うんだよね、うん、それが一番いいと思うそこからやっぱフレーズちょっとパクりつつっていうかね だから一時期さ、何て言うの、一時期っていうか高校生の時はさ、ね、ラルカンシェル大好きだったからさ、中学高校生ぐらいの時はさ、だから自分のさ、こう、アドリブさ、あのー、うん、あ質問箱の画面、そう、言って、そう、今、<laughs> 出す出す、あぶねー言ってくれてありがとう。あ出,出てきた、出てきた、出てきた、出てきた。このまま打ち込み返す。ありがとうございます。あの、皆さん、本当は出てないね。ちゃんと見てなきゃいけませんね。失礼いたしました。はい。 出てきましたよ、うん、かさっきのバイタルのやつも出てないけど、まあ、バイタルまあいいかどっちみっち使ってないから <laughs>、うん、だからあの好きな曲をピッて一時期ねラルクのねその剣のねア,ドリブアドリブフレーズじゃないけどこうギターソロのフレーズをねあのよく手癖のように、ね、弾いてしまう時期ありましたよその、うん、<laughs> 自分で。うんまあ、だからそ、ね、開放弦を使った、ね、フレーズとかを、ね、考えてみたり。うん ボイシングパクってみたりとかね、うん、やっぱ自分のやっぱやりたい曲っていうかねそういうものに近い、うん、曲をコピーするのが一番、うん、シンプルにいいと思うんだよな、うんまあ、23年はやっぱり12年23年まあまあね <laughs> そこからまたちょっとギターの打ち込みを頑張った方がいいんじゃないかって思うかもしれないし。 両方できたらいいと思うんだよね。そのなんかどっちかだけじゃなくてね。うん。うん、いつけすかギターって手癖が重要ですかね。そうなんだよね。あれ、なんかみんなフレーズさ、その場で考えてるように見えて、ただね、手癖あったりするからね。うん。だからそれなんか結構ミュージシャンにも思うんだよな。なんかその、なんていうのかな。スタジオミュージシャンがさ、こう初見でさ、まあ、初見じゃなかったとしてもさ、あのー、楽譜見てさ、行動進行でさ、こう、ねえ、 かっこいい感じでも大体のさ何て言うのかもうプロになるとさすげえ難しいコード進行とかもさ大体一度はなんか多分弾いたことある形だったりするわけじゃんその度数の、まあ、キーが違うかもしんないけどね。うん、とかだったりある種ねどっかしら真新しいゼロから さあ本当と真新しい曲を弾くってことってほとんどないと思うんだよやっぱどっかで一回弾いたことあるコード進行の積み重ねっていうか繰り返しというかねだから意外とその中でこう自分の中に手癖フレーズみたいな感じでこうそれのなんかバリエーションで収めてんだろうなってね見てて思う時ありますうんうん、うん、<laughs> リードだけ打ち込みを進めるあ確かにねだからそのうんそうあのね 結構アルペジオ系は俺打ち込みの方打ち込みでいいんじゃないかなと思ったりもするんだよねあのギターの打ち込みの頑張った方が、うん、まあそのね最近ね私の配信でやっていた別にんていうのステルスマーケティングするわけじゃないけどもまあねダイレクトマーケティングしてんだけどさあのー、うん難しそうなアルペジオとかだったらね習得する時間よりもなんか打ち込みうまくした方が俺いいんじゃないかと思うでも逆にバッキングとかすごく人間味が出るやつって っていうのはあのね、まあ、パワーコードだけでも弾くだけでだいぶ何て言うの生感がさ出るというか逆に言うとそのなんか打ち込みのギターの一番打ち込み臭さ出すのってさリズムがさ タイトすすぎるるだだったりするわけだよねでもそれをさそのよれをさ自分でさなんていうのかな打ち込み再現しようと思うとなんか本末戦闘というかなんかこうなかなかね難易度高いんでそしたらじゃあ弾いた方がいいんじゃねえかっていうのはすごいわかるんだよなその感情としてはねだからまあパワーコードだけでもまずずし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 さずんずん,ずんずんずん弾けるようになるだけでもうんなんかそれプラスまあハイブリッドで行くのいいと思うけどねうんそこになんかこうアルペジオっぽいのはさこうのアルペジオっぽいのはなんかこう うん、まあリードでもいいんだけどさそれはあのー、なんていうのねエレキの打ち込みでいってみたりとか、うん、まあそう使い分けがいいと思いますまあすごくねうまくなるんだったら全然自分でやっちゃった方がいいと思うけどだんだん練習していくうちにあこの時間無駄なんじゃねえかなって思い始めたりするんで <laughs> そことの戦いまでやってくんだけどだったらまあ他のことをやって。 ギターだけやるんだったら他のことにやってもギター人に任せた方がいいんじゃねえかみたいなことをきっと思い出すと思うんで、まあ、そこはちょっとやってみてね、うん、やってみたらいいと思います、うんうん、モンチッさんテレキャスのチャキチャキしたバッキングとか生じゃないと出せないですしそうなんだよね、うん、結構ね、うん、まあ打ち込みもね頑張ればかなりいけると思うけど、うんまあ、ど,どこの段階までいくかっていうのはあるけどね、まあ コンペでさでもさ聞かせるっていうさところまでさあのー、行くんだったら別に打ち込み全然もう十分すぎるし本ちゃんとなるとさどっちみちだってさ差し替わるんだろうみたいなのあるしね。うん、うん。ん。 ギター弾いてもよリズム寄りすぎて波形でグリッド修正しないときついそう <laughs> 結局ねそうあれ多分難しいよねだからさ弾いたものをさあのバッキバキにさグリッド修正してんのにさ打ち込みっぽくなんないんだったら不思議だよねうん、うん、ギターはコードとスケール人通り覚えないと作曲はできないイメージです、うん、なるほどねうんもう実は結局ギター好きじゃないとギ 結く好きじゃないとギター上手くならないと思うそれはね、まあ、どの楽器にも言える心理なんだよな、うん、なんかその、うん、ある程度楽しめる要素がないとさ、あのー、どうしてもそういう打算的な部分でねこう上手くなろうとするのは結構ね根気がいると思うんだよな、うん、指も痛いし。<laughs> 指も痛いし、ねうん、まあそんな感じで、えー、おすすめの練習方法はまあとにかく好きな曲をコピーですねバンド使う買ってきたらいいと思うんすよ。うん、ねえなんかその Twitter とか見てるとさねえなんかこうタブ使うのダメだみたいなねこういうまあみたいなのが流れてきたりしますけど俺はまあ別にいいんじゃねえかなと思うんだよな。まあどこのねあの目指す世界もよるんでまあ特に何て言うのかなこうそういう。 プロギタリストになりたいっていうわけじゃなくて、そういうね、うまくギターも使いたいっていうような人々はね、どんどんタブフをね、マスターしていくのがね、いいのではないかと思いますが、はい。そんな感じでしょうか。はい。これ、はい、次、次の質問、はい。いきますよ。どんどん、どんどん急に、急に、あの、スピードアップしますよ。はい。 えー、スピットファイナーオーディオから SN コーディングシリーズでオリジナル音源制作のオファーを受けた山田さんに質問です <laughs>。この、この前置きがさ、もうさ、なんて言うのかな、大切りの前置きになっちゃってんだよな。うん。うん。好評、好質問です。好評発表前ですが、ライブラリ内容にご紹介いただけませんかよろしくだからさ、途中で送信しちゃってんだな。これ、よろしくお願いします。のさ、なんかわかんないけど、よろしくおでね、送信しちゃってるしね。質問箱を。うん。 はい、これねだから何が何がいいかな <laughs> あのだからねまあ公表前っていうかまあオファーを受けたんだけど、まあ、何するかまでは決めてないんで、まあ、これからねちょっと話し,合う話し合っていく段階なんだけどね何俺だったら何がいいかな何が欲しいかなでもだってあれってさちゃんとしたやつじゃなくてさちょっとなんてある種簡易的なやつなわけでしょうん まあそうねやっぱりそうなってくると、まあ、子供たちの声をうまくこうね加工した何かにしたいかもしれないですねそういう意味で言うと、うん、家族の家族のね <laughs> 家族のシャウトを入れるよ、うん、<laughs> 最近息子も声でかくなってきたからああ」ってうるせえんだよな、うん、で娘も「ああ」って言うからそれをなんかうまくこうねこう,ううまく編集してエディットしてうん 用途 <laughs> は分かんないけど、ちょっとね、そういう音源にしようか、じゃあ、ね。そうすることによって、なんかこう、自分たちの子供の声が、あの、全世界になんか広まっているみたいな、そういうね、親心みたいな。<laughs> はい。なので、えっ、ー、とど、ど、どんな内容かと言いますと、そんなお、そんなオファーを受けておりました。<laughs> 声変わりする前に。<laughs> そう,、ね、うん。うん。こんなさんギターじゃないけど配信見ながらずっと鍵盤でコートの形えんって覚えてます。<laughs> 手癖にしたい。<laughs> 素晴らしいですね、もうだからもう上級、もう上級リスナーですね、もう。うん。うん。うん、あ,あらまあハートフル <laughs>。<laughs> はい。ユースケさん、山本さんってギターのタンオリーフってどうやって作ってきま、作ってますか 手癖だけだけととどここかで聞いたあのねユースケさんちょっとそれはもう間違っているあのー、単音リフなんてあんなどっかで聞いたことあるようなものがいいんですよ。うん、もちろんねな何か丸パクリってのは良くないんだけどねこう意図してね。なんかそういう様式みたいなもんあります単音リフってあれでしょきっとその何て言うのかなヘビー ヘビー系とかっていうあれよりもなんかこう、ちょっとクリーントーンとかでさ、タカ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 ね、ちょっと半分ね、なんかミュートしながらみたいなやつだと思うんだけど、多分ね。うん。あれはもう様式美なんで、そあのペンテスニックみたいなやつで、まあ、ちょっとね、あのー、基本はなんか聞いたことあるやつでいいと思うんだよな。うん。そういう、そういうあれです。はい。 <laughs> 皆さん、子供の声を使って母校ダでシ新セフレー作ってほしい <laughs>。でも母、母校だって、そんなにあれって、本人の声って、残るんだっけなんか、母校だって、誰がやってもああなるってイメージあるんだけど、そんなことないのかな違うのかなちょっと母校だって、んとやったことないから、分かんないな。うん ね、なんかさ、一人目の子供が生まれたときはさ、なんかね、すごい娘のね、そのこう、子供娘っていうか赤ちゃんの声をさ、こう、なんていうの、24ビット九 96K 配列で録音してやるぜなんて思ったりもなんかしなくもなかったけども、なんかもう、だんだんね、そういうのは、まあね、二人目とかになってくると、まあ、別に一人目ともしないんだけど、そういうの投げてきますね。はい。はい。続いての質問こちら。 えー、スペクタルソニックスのスタイラスは今でも現役で使えるプラグに入ります。入ります ?K。何 <laughs> な,な,なのかこれみんなせっかちなのかなせっかちなのかなそれともさ、あのー、なんだろう <laughs> 質問箱がさ、バグってんのかなどっちなんだろうねあのみんな途中で送信しちゃってんだよな。なんで <laughs> これ前からなんだけど、みんな途中送信しちゃうんだよな。 ちょっとあの質問でこうなんていうの流行る気持ちを抑えきれない人がちょっと皆さん <laughs> 落ち着いて質問してほしいなうん今ね使ってないです私スタイルさんあんまりなんかやっぱねう,んうまく使えてないのかもしんないんですけど多分なんか誰かそういえばねツイッターで見たのはなんかすごくさ上手に使ってる人がいてさあそんな機能あったんだみたいなね使い方悪いと思うんですが あのうまくね、使えてないですね。うん。うん。イルミさん、山本さん、今日、スタイラス届きました、ロッキンジャパンから。<laughs> この質問、僕じゃないですが、使えると言ってください。<laughs> あの、あの、ロッキンジャパンじゃないが、ロッキロック、ロックオンでしょ、きっとね。<laughs> ロックオン、ロックオン、あれロックオンカンパニーだよね、きっと、ロッキンジャパンじゃなくてね。だからイルミアさんも、だからさ、あの、 ね、落ち着いてほしいんだよなタイプを <laughs> 使,え使えると思いますよ俺使ってないけど <laughs>、うん、あの俺が使う時はやっぱその何てうの古臭さを演出したい時に使うかなそれこそ今何て言うのかな、うん、あえてのっていう使い方がする今,今っぽいって言い方とまた難しいんだけどすごい最新のなんかループオンって ループを使いたいいってううような感じはあまり使わないことが正直ですたまにねこうある種の何て言うのかなもうね俺もそういうあれに何、ね、て言うのかなこう、ま、巻き込まれてるっていうか組み込まれてるっていうかさ、ね、そ,そのフレーズ現役とは言わないけどもその感じがさもう何て言うの古いよねっていうかレトロだよねっていうなんか感じに来ちゃってる。 たりするよね音楽がさそれそういう何か感じありますタイラスはうん <laughs> スプライスで代用できるのでは <laughs> あのさあのそれもあるかもしれないだからまあ最近はやっぱループクラウド使っちゃうかな私はうん結局ねうん <laughs> シーザーさん。エンナイトスペ、スペソニー製品は d t も受ける税金みたいなもので買わなくてダメです。<laughs> そうだよね。<laughs> 俺も全部持ってるし。ねネイティブ、ねあの、全部違うスペソニー製品はね、スペクターソニックスは俺全部持ってるよね、確か。スペクターソニック製品全部持ってるよね、多分。ねえ。 だからまあ使わないことはないですよ、全然あの思い出した頃こに。ただね、ちょっとプロツールスの環境なのか、俺の環境なんか、限定的なバグが起こるんで、ちょっとね、そこがね、辛いところなんで、ちょっと。 それで牽引してるなら本当は正直も,もっと使いたいと思ってるんだけどなんかねミディ吐き出したりとかすると音なんなくなるバグっていうのがその私のなぜか環境下で起こっているんでそれなんか他では多分再現性がないんでなんか何かのプラグインと多分かち合っちゃってるんだと思うんだけどそれがあるせいでちょっとねあの使うのをねちょっと敬遠しちゃってますはいそうなんですなので使えますよ全然あの全然バグが起こらないと俺使うしうんはい 別に何ていうの慰めようとしね、取り繕ろうとして言ってるわけじゃないですよ。うん。はい。<laughs> そんな感じでしょうか。はい。次の質問いきます。次の質問。はい。えー、ポップで人に提供できるような曲を書かなくてはならないはずなのに、最近アンビエントやエレクトロニカ方面ームの音楽を作るのは楽しくてしかなりません。<laughs> どうしましょう <laughs> やっぱね、人間、回り道が必要なんですよ。うん。これはもうすごいわかる。 あのねまあ、この方がねどういう、ねまあ、仕事としてやってるかどうかはちょっと、ね、これの文面からだけではちょっと、ね、読み取れませんけども、うん、それすげえわかるんだよ、ね、なんかこう忙しい時とかさそういう時に限って急にさ全然関係ないさ音楽ジャンルを勉強したくなっちゃったりとかするのよくあるんだよな、うん、<laughs> でもなんかそれのそのね何て言うのかな 一見関係ないように思えたものが後でね巡り巡って関係あるようになってきそうで来ないんですよ。<laughs> 結局来ないんかいってなっちゃうんだけど、うん、意外とね、うん、なんか深層心理に、うんまあ、相当やっぱ深掘りしないとね、うん、なんか自分のところに帰ってこないんだよな帰ってこないっていうか別に何て言うのかな ためにはなってるためにはなったりっていうかまあ何か参考になってるかもしれないけどもそこが登場することあんまねえなって正直思うことありますねうんでもおそらく音楽性の幅はさ自然とそれで広がったりとかしてるんだけど <laughs> もちっち来ないんかい <laughs> こなかなか来ないんだよななかなかジラシプレーをねされるんだよなそういうのって <laughs> あんまり帰ってこないないな <laughs> そうなんだよ来ないんだよなあれちょっともううんだから思ってるよりはなあの戻ってきたとしても自分がね思ってるよりかはね長いターンなんじゃないかなと思ってますうんだからそれをすると何が起こるかっていうとあの忘れちゃってるんでもう実質戻ってきてないっていうかこう戻ってこないに等しいというかうん何かもう何て言うのもう出てっちゃってるんだよ 難しいですよね、うん、じゃあさん最近ワブルベースの動画を見まくってセラムでバブルベースたくさん作れるようになりましたなんとか恋愛ソングにゴリゴリのワブルベース入れたいで入れたらいいと思うんですよ、うん、まずは、うん、だからそもそもさあのー、恋愛ソングにゴリゴリのバブルベースをさ入れてはいけないっていうかだってきっとさ Z の曲なんてあれさ俺ね英語の歌詞なんて分かんない英語 Z あんまりバブルベースやんねえかうん。ねえ。<laughs> だからね勝手にさ俺たちさそういうヒット曲とかさそういうなんていうかメジャーシーンメジャーシーンっていうのかなそういうものがさ基準となってしまうわけじゃん自然と。だからそこにさ何ていうのかないつの間にかさ自分たちも迎合してるというかさ価値観をさなんかこうそこにさねえ そういういことになってるわけじゃん別に恋愛ソングにバブルベースブーブー一緒やっていいわけじゃん。それはさ、だって恋愛なんていうのはさ、よくさ、歌ではさ、ねあ、なんていうのかな、綺麗なことばっか歌ってるわけじゃない。まあ歌詞、ちょっとさ、なんていうの、えぐみのある歌詞歌った方がさ、今流行ったりするんでしょうけども、でもさ、えぐみのあるさ、歌詞をさ、こう、歌ったところで、そこに流れてる音楽はさらさらのさ、なんていうのかな、ね、綺麗な音楽なわけだそれだからそういう意味で言うとさ、まあ、歌詞っていうのは重要だけどもさ、もうちょっとなんていうの、音の面でもさ、そういう なんていうの恋愛ソングの,そのダークな面を押し出してもいいかもしれない。うん。ねえ、でも EDM 系ってあれ恋愛ソングじゃないの。ねえ、ブー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 ,ブー言ってるけど。<laughs> スクリレックスって、あれ、スクリレックスって歌あったっけスクリレックスってインスタだっけスクリレックスのなんか曲は思い浮かばないけど。ねえ、スクリレックスもきっと恋愛ソングだぞ、あれ、言ってしまえば。うん。大体、大体曲なんて全て恋愛ソングだから。<laughs> うん。うん。 さささ EDM に挑戦して挫折したな帰ってこなかった <laughs> でも俺ほらちょうどこの間さたまったまよ EDM 超なんかやりたい時あって EDM すげえ研究してた時あったんですよでそしたらさそのねその3日後ぐらいにねあうちの、ね、一応事務所の、ね、マネージャーから連絡来てちょっと山本さん急遽、ね、そのアイドリープライド」っていう、ね、イベントあるんですけどそれの,あのオープニングアタックのちょっと曲作れませんかって来て。 オーダーが EDM でさ、ね、もしかしたら配信、ね、見てる方の中に、ね、ライブ行った人がいるかもしれないけども、ね、あの私がそのオープニングの曲を、ねまあ、作ったわけですよ、うんね。それもうゴリゴリのゴリゴリっていうほどでもないけど、まあね、まさに勉強中研究中だった EDM がさ、ね、仕事をやってきたから3日で戻ってくることもあるんでだからまあみんな、ねあのー、常にそういうなんていうのかな 計算じゃないんですよもうエモーショナルですからそうやりたい時にねこうやりたいことやって帰ってきたらラッキーだしでも大体は帰ってこないけども、うん、それの繰り返しですよまあね、うん、時間ある時にやっぱやりたい勉強したらいいと思うんだよなうんうん唐揚げさん、えー、山本さんはインプットの時間は意識して確保されますか耳コピーなどはもうされてないでしょうか耳コピーしないっすねインプットの時間はねまあ意識して作ろうかなと思って。 てることはよくあるけども、もうん何ていうのかな？もう手が進まなくなっちゃって。あのー、インプットね。うんするってことあるかもしれないうん。うん、<laughs> なんか？<laughs> 外からなんか猫の声が聞こえるな。<laughs> うんざまみなさんありがとうございます。<laughs> 固定概念とほら <laughs> 固定金で取っ払っています。そうですね。<laughs> 無責任。そういうことは言ってみるけども、もうん。寒さ控えまあ。そういうこともあるうん。 そういうこともあると。うん。はい。そんなもんかなあれなんか質問、なんか質問盛りしてないかな質問、これ、なんか、あちょうど、全部終わったか全部終わったかあ終わってなかった。これ、これ、これね、これ,さいこれ最後かなちょっと待ってな。うん。いったね、いったね、いったね、いったね。うん。いったいった。 うん、うん、まあ、い,いったね、じゃあ、これ次、一応、もう一回、質問箱見てみるよ。質問箱で新しく来ているかうん、来てない。あ、大丈夫。じゃあ、次がね、最後の質問になりました。ね。なんか、ちょうど二時間で行けたね。うん。えー、ちょっと待って、ちょっと待って。えっと、あれ何を処理したんだっけそこ、これか。えー、っと、はい。最後の質問。 はい、これちょっとみんなあれかよ縦長になってちょっと読める大丈夫ちょっと頑張って読むよちょっと俺もちょっとねえー、っとこれがはいうんはいはじめまして、えー、某作家事務所で楽曲制作の仕事をしている者ですはじ <laughs> めましてはい2つ質問があり投稿させていただきますはい打ち込みの先の作業ミックスマスタリングまでやることはあるかと思いますが MS 処理などの高度な処理まで すべて行うでしょうか打ち込みの先の作業、ミックスマスタリング。うん。やんないかなうん。結構、うんまあ、たまにね、ミックス、マスタリングまでやることはあるけども、ほとんどまあないですけど、MS 処理とかそういう難しいことは私は,私はしないですよ。うん。あの、いかに簡単にね、あの、聞こえよくやりますから、うん、聞こえよくなるかっていうことをやりますから、あんまりね、なんていうのかな、 俺これあくまで個人の意見だけどそういうね、まあ、MS 処理はさ山下さんそんな別に上級者じゃないよ上級者のことじゃないよって言われたらあそうなのかってなっちゃうんだけど自分の何て言うのかなあの理解が及んでないことまで手を出し始めるとあのろくな結果がないと思ってるんでだったらへなんていうのできる範囲のことでシンプルに仕上げる方が仕上がりがいいとは思っているんで基本的にね。うん、なのでそういう処理はしないです。うん できることをやる。まあプリセットを次から次へとぶっこんでまとめてまあ、なんとなくね。その音圧だけ見ながらみたいなことをしてます。はい。はい、またお答えしにくいと思いますが、歌もの1曲フルコーラ、サレンジ、マスタリングまで完ンパの場合、最低限万万円までもらったらいいよ。という具体的な数字などがあれば教えていただけると幸いです。編曲量の相場はわからなくて瞑想中です。<laughs> マスタリング、歌物1曲、フルコーラスアレンジマスタリングまでのンパケの場合。いや、もうこれも相手によるんじゃないかな。うん。アレンジマスタリングカンパケ、ミックスも自分ってことでしょうん。それも普通に仕事レベルで考えたら、うん。歌は、歌直しはどっち 歌直し誰がやるのっていうのもあるしうんうんふえー、30万ぐらいもらった方がいいんじゃないですかわ <laughs> かんないそ,そんくらいだからさあのこれ難しいところでさねえなんだっけ一時期そういえばんだっけ話題にな,なりましたよねあの匿名の編曲家集団みたいな。 やつね何だっけ、ね、俺あれ,あれもね一瞬 SNS というか Twitter をにわしておりましたけども、ね、あれいくらだっけ7万円だっけ8万円だっけそんぐらいだったよねなんかねその話別にね忘れてましたけども、うん、そのまあな案件でも案件によるだろうけどそれで30万円出るような案件だったらそもそももっと出ると思うんでうん。 普通にだからその同人界隈っていうことなのかなでも作家事務所でやっててさ編曲料のあれが分かんないっていうことあるそれなんかねそこはむしろ事務所がマネージメントすることだと思うから、うんまあ、そこみんなどういう格好でやってるのか人それだと思うからね難しい質問だねうんそこまでやるって言うんだったら俺30万円欲しいかなうんふる歌直しなしで うん、そうね欲しい <laughs> <laughs> アレンジだけだったらもっと全然安いですけどうん省吾、うん、さん最近カラーベースってジャンルめっちゃ流行ってますよねあれ絶対そろそろアイドルギフトアニに入ってくると思いますもう入ってるかもですカラーベースを知らない間にそういううまうま娘で使われてんだなるほどうん カラーベーベスああなんか俺の今さ <laughs> 俺の知らない間になんかチャットでさなんかそういう情報が盛り上がってるけどうん、うん、なるほどねうん n i のコンプリートねな,のなるほどカラーベースちょっとチェ,チェック入れてみよう今度うん 今の時代創作物系の相場ってどの分野でも難しそうですね。まあ、そうなんですよね、うん、いくらさいや俺思うんだけどさ、あのー、話ちょっとそれるけどさ、あのー、別にね音楽に限らずそういう系ってさ言ってもよ言ってもさ、あのー、ただでもやりたい人っていっぱいいるじゃん。ねえ。何て言うのかなそれこそさ それに対してさ、なんかこう、単価を上げるな、下げるな、みたいなさ、こう、問答がよくさ、SNS バトルで起こってますけど、うん。うん。三浦さん、そういえば、匿名の作家主催みたいなやつありましたね、さっき話したね。お、応募しておりますよ。そう、あれ応募してんだもんね。俺応募しようかな。<laughs> だから、作家の取り分いくらなんだろうね。でもさ、難しいよね。だから、そういうのってさ、 仕事としてはさあれ B2B っていうことになるのかなそういうことだよね。そういう仕事だよね。だから音楽系のさまあ俺も結局さ、なんていうの、この配信とかでさ、やってんのってまあある種の B2B 的なことなんだよね。最近覚えた言葉で b B2B とかって。<laughs> 多分そういうことだよね。<laughs> だからさ、 ね、その冒頭にも出てきたけど「ロックスタ」さんのさ「あのクラファン」ですごく思ったんだよねなんか音楽がさなんかそのまた一個ねあれ結構衝撃的なところではあるなと思ってもともとさなんていうのあのー、ね「スリープフリーク」さんとかでさあのー、ね白土さんのやつで曲でまあそういう企画があったけどあれってやっぱねすごいね4500万ぐらい集まったじゃないですか。でそ ねあの六、ー、スターさんもやって、まあんだけ集まって3400万ぐらい集まったんだっけうんねでもそれ結局買わってる人っていうのはさ基本的にはさあのー、音楽ファンじゃなくて音楽どっちかっていうと作るサイトの人たちが作る、うん、つん変わってるわけじゃないですか多分ねだって一般の人が、ね、パラデータなんかもらったってねあの手に持て余すだけだもんねだかうん。だからさうん うん、そういうい時代にシフトしてんだなと思,思いましたよだからまあもともとねそのプラグインの販売っていうのは結局さあのー、ねそういう作る側の人たちに売ってるわけだからさ、うん、でもそれであんなにやっぱねスピットファイアとかあんなすごいことできるんだからまあ結構な結構な産業なんだなと思いますよ。まあそうじゃねだってさこの私のさ YouTube をさねいつもねあの見てくれてるさ。<laughs> 人たちはさもうちょっとさネジがさ飛び始めてるからさねこのプレステ5の5万円とさ <laughs> ストリングスの音源の値段が一緒だっていうことにさなんか、ね、こう気づいてるのかっていうね時ありますよ、うん、そ,のそのプラグイン3万円あまあ結構ねな何て言うかなう安くな,なんてい何て言うの高くないじゃんみたいな。 でもその3万円ってなんか3万円なくってやべえ高えぞみたいなねちょっと金銭感覚がね多分おそらくバグってる視聴者がほとんどだと思うんで <laughs> 俺も含めてね、うん、ちょっといかれてる奴、ね、らの集まりだと思うんで特に <laughs> 私の配信は <laughs>、うん、ねえうんイルミさんカラーベース海外のチャイムってアーティストが化け物みたいにかっこいいのでぜひ日本で VTuber さんカラーベース講座も作ってて分かりやすく着きましたうん キラッキラのカラフルなダブルステップ。なるほどね。いろいろ次から次から出てきますね。うん。<laughs> うん。皆さん、報酬は確か7か8だと思います。もう応募は締め切られてました。まあ、結構応募あったのかも。もしかして、あ、応募あるかもね。うん、生ビルさん、プラグインの金銭感覚はうん。<laughs> 安すぎて使えるかも。もっ高くしてくれ。それね、あのー、あるよねあの。高くした方が売れんじゃねえよっていうプラグインたまにあるよね。し田さん言ってるね。うん。 だからさ、まあ、話戻るけどさ、あのーうね、うん、ね、サンサラさんささ、SNS の単価論争は継続してますけど <coughs>、最近のプラマッチは同じ土俵の流れから、アマの基本無料の流れが加速しているように見えかれます。なるほどね。<coughs> そうなんだよね。だからさ、 きれい事ときれい事じゃねえことが色々いろいろ入じまじ入り混じってるからさあれもう話の収集つかないと俺は思ってるんだよねだってさ普通に生活基盤があってさねえその、ねえまあ、それこそ経営者とかさねえ,ねえわかんないけど何ていうすごいお金を持っていてる人がいてさその人たちがさねえじゃあただでさこう楽曲提供ただになっちゃうけど楽曲提供できますよって言われたらさねえもう しちゃゃうじゃんきっと、うん、だからまあそれもそうだしさこれからさ成り上がりたいっていう人、まあ、とにかくお金も欲しいけどもお金じゃなくてそういう名誉みたいなそういうものが欲しいっていう人はたくさんいるからこういうクリエイティブ系っていうのはねもうこれしょうがないから、まあ、そういう産業だからさ、うん、そこで結局さ、まあ、プロの人たちっていうのはさ、うん、そこなんかやんや言ってもしょうがないなと思うんだよな。うん、結局うん 顧客が違ううというか、うん、でもその今ね SNS のね普及でさそういう何て言うのかな、うん、まあそのサンサラさんが言うようにさ、うん、同じアマチュア、ね、プロアマチュア同じ土俵の流れっていうのはやっぱあるからで、ね、そのマネタイズがやっぱいろいろさ、ね、みんな考え出してるっていうか、うん、やっぱどっかでさ音楽って仕事でお,、ね、お金稼ぐの大変だなっていうところがよりね あのー、売上的にもその音楽のね売上的にも出てきてるからさ、まあ、みんな、まあ、それこそそのさ例のね、あのー、アレンジのさ匿名アレンジ集団の問題問題ではないけど物問題とは思ってないから、うん、のやつっていうのはさまさにねそこの部分だと思うんだよねなんかクロスオーバーしたというか、うん、あれ、まあ、実際どれだけ仕事がさねえ 普通のやっぱアマチュアの感覚から言うと78万のアレンジでクくだけなって思うじゃん。うん。でもまあプ,レプロがアレンジしてくれたならいいかって思うんだろうけども。うん。でもまあプロからしたらさ78万はクッソ安ってなっちゃうわけじゃん。ね。なんかそれはさ、なんかもう、議論してもしょうがないのかなと思うんだよな。うん。で逆に言うとさ、じゃあさ、あのー、うんそこ。そこで参加する人ってどういう人なんだろうかなって俺は考えるわけよ。うん。 だから音楽の仕事をやっていたプロがなんかあれ一応なん建前というかさ別にそう言ってたわけじゃないと思うんだけど誰か、ねねあのー、言ってたような気がするんだけどなんかそのトッププロたちがその持て余した時間で、まあ、タイミング合う人が、まあ、ああいう感じでねこうちょっと小遣い稼ぎぐらいの感じで、まあ、やってくれるみたいな。 いいじゃんみたいなことを言っておる人がいたけど、俺多分違うと思うんだよね。やっぱ本業でちょっと、うん、仕事があんまそんな多くないっていう言い方するとすごいなていうか語弊あるんだけど、うん、だから生活とかさ、さお金稼ぐためにさ、やっぱなんていうのかな、うん、そこのそれでもやいいからやりたいっていうさ、なんてもっと、うん、ななんて,っていうなんて言ったらいいのかそういうのね。そういう人結構。うん いいるんじゃないかなかと思うで逆に言うとじゃあさあ俺が特に否定しないっていうことのね強い強くっていうか全然もう全く否定しない点で言うとじゃあ俺本当にさこれからもうどんどん音楽の仕事が俺がね社用になってってもうもう俺もう仕事ねえぞみたいなだった時に俺応募するもん。<laughs> それだってさ俺はさなんていうのかないわばさ ね、生活がありますから誰だってね、うん、だからそこでさ生活のためにさやんなきゃいけない人もたくさんいるわけだからそこはもうきれい事じゃねえっていうのはそういうことなんだけど、ね、そのクリエイティブのさなんていうのか仕事として、ね、プライドをうんちゃらかんちゃらとかさそういうことでさ、ね、その単価下げんなっていうこともごもっともだと思うしその裏ではさやっぱどうしても、ね、そういうものを商業というかさそういうなんていうのかな生活の糧としてしまった場合に、まあ、それはもうなんていうのか背に腹を変えられずね もうやるしかないっていう人がさ、いたって当然なわけじゃないですか。うん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 、パンプさん、トッププロはそんなことしないよね <laughs>。しないよね、ぶっちゃけね。<laughs> 時間余ってたらさ、あの、勉強とかするもんだって。うん。俺だ、俺もしないしだってトッププロだった。トッププロだったっていうか、うん、すごい仕事とかお金に余裕が,お金に余裕があって、 うん、全然なんて困ってないんだったらそんな仕事しないよだって、うん、もっと他のことしますからだから、ね、一応プロだけども、うん、あの仕事きっついなっていう人が多分やるんだと思うんだよねすぐ別に悪口じゃないよだって明日は若見だからさ、うん、だから俺だって、ね、こっそりややこんな,こ,んな、ね、こと言ってるけど山蔵実は応募してるかもっていうことあるかもしれないから。<laughs> いやまず応募してるかもしんないが、もしかしたら。だから、もしかすると <laughs>、してねえんだけど。うん。俺の場合、そしたら普通に、自分で募集しちゃうかな。ね。はい。うん。唐揚さん。<laughs> うん。トゥントラックの SD3 とか、ウェブサイト見るとこんだけのものを録音すると思ったら、4、ま、5万、4、万でも安いと感じちゃいます。僕 <laughs>、確かにね。だから、うん、スピットファイヤーとかもさ、あんなさ、スタジオ押さえてさ、一体何時間かかんだよ、みたいなところでさ、ねえ。だから、 そんだけ値段するよなっていうのは結構納得しちゃうもんね。うん、そんだけさ。プレイヤーの人数を抑えてさね。一体何日間スタジオ押さえてんだよ。みたいなこと考えたらそれがさね。まあ、10万とかするけど、セールになったら半額とかになってるわけじゃん。半額までいかねえか。今はうんねえ。しいたけさカラオケ音源作ったのがそれに変わった感じですかね。まあなんか？それとはまたちょっとね。なんか違うなって元々あるものをさ。ごめんね。マイクぶつかっちゃった。元々あるものに対してそれをコピーし。て っていうことだから、うん、カラオケカラオケ音源、うん、いやだからそういうのがさ現れてきたっていうことはま,あまさにその、うん、やっぱ一人でどうこうできるものじゃないと思うしね、うん、あとそのシンガーソングライターこんなこと言うのもあれですけどもシンガーソングライター系の人がさ ターゲットした、ね、アレンジだったらやっぱね、あのー、俺も1日2日でできると思うんだよな <laughs>、うんまあ、曲にもよるんだけど、まあ、自分で曲作って人でそんな、ね、はちゃめちゃにアレンジしてくれっていうのはちょっとあれですけどもそれをなんかブラッシュアップする感じでっていうふうに考えたら、まあ、1日2日ありゃ、ね、なんかもうそれなりの形にできるっていうかそれこそさ何だっけああのねえ、あのね、ー ね、どどっっっかからららやったらいいんだ、うん、あの YouTube でさねレフティハンドクリームさんっていう YouTuber は YouTuber アーティストっていうことになるのがカテゴリー的にはのね曲カバー曲ですけど、まあ、結構アレンジしたんだけどねなんかその曲の、うん、アレンジ提出俺2日で仕上げたしな、うん、確か2日ぐらいで確か2日は薄いかな3日はかかってないような気がするな3日。 2日3日でフルコーラサレンジしてもほぼほぼ完成に持ってくぐらいの2日3日かかってなかったと思う2日半とかぐらいの作業量だったような気がするんだけどな、うん、やっぱそのシンガーソングライター系っぽい曲ってさ、ねま、不得意な人はもうどうしようもないんだけどもう私みたいに、ね、こうマルチに割と楽器をする人間からするとさ、ね、割と楽勝だったりするんで。うん そういうので言うとなんかまあガチれば1日2日とかでできるのが78万とかになったらまあ生活としてはね全然非常にいいんじゃないかなと思うんだけどねうん <laughs> まあ確かにでもそれを表だってできないっていうのはまあ何て言うかその通りなんでね、うん、難しいうんそれ,それだってやってるって公にしちゃったらさらそれこそ本業のね何て言う仕事差し支えちゃうからねうん そうド,ルドルフィンだっけドルフィンなんちゃらみたいな感じだった、ね、名前忘れちゃったけどうんなんでまあ皆さんね俺はさ何て言うのかな SNS 温厚派ですから <laughs> YouTube 配信でもさ分かると思うんだけど割とねこう温厚派なんでなんていうの結構過激派の人がさ、ね、いっぱいいるじゃん YouTubeYouTube あんまいないか SNS ってさこうもう怖う人だらけだよって思うんだけど。 うん、私温厚,温厚なんでそんなね攻撃的なことはねあんまり言わないんですけども、うんうん、だからね <laughs> だからっていうのはあるかもしんないけど、うん、まあまあでもさみんな仲良くしようよ、ね、<laughs> 仲良くする必要はないけど、うん、仲良くする必要はないけど、うんうん、みんな他人に干渉しすぎない方がいいんじゃないかなと思うんだよな。うん みんなそれぞれれぞのあれがあがるからさ、うん、もう言ってかなきゃ分かんないってのは分かるんだけどねその何て言うのかなその <laughs> 値段うんぬんの話とかはね、うん、難しいよなもう,もうこれは後は,後は絶えないですから、うん、そしたらそれがある前提でやっぱ物事をね考えてい,いかなきゃいけないしそういう意味で言うとそのねなんかその匿名アレンジの企画っていうのはまあなんていうのかな落としどころっちゃ落としどころかなとも思いますけどね。うん もうまあ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 ,むまあ難しいことだらけだよ。うん。音楽なんてそもそもな。うん。うん。うん。<laughs> 皆さん、最近後輩のエンジニアから毎日のように音源制度にリンク送られてくるので物欲との戦いです <laughs> <laughs> まあね、うん、そうなんですよ。もう,もう俺本当物欲との戦い。もう、まあ、欲しいものなんていかにでもありますから、もうなんていうのかな。 やっぱさ、お金、このいいところでもあり、悪いところでもあるんだけど、この音楽系のさ、これもう質問、全然関係ない話してるからさ、もう質問を一回、一回切るか、質問消すか、まあ別につけてもいいんだけど、うん。あのー、いくらでもお金使えるなって思うよね、うん。うん。うん。だからねもうなる、なるべく、だからもうロックオンカンパニーのセールやってたじゃん、あれもう本当耐えるの大変だった。 うん、耐えるの大変だったっていうか耐えられてないんだけどそうだ <laughs> 耐えられてないんだよほら全然話変わるけどで,これでもさこれさ2万円だぜこれ2万円ってやばくないもうさエフェクターファズとかそういうの持ってないからさそうこれなんかあのー、これだけでいいんじゃないかなと思って。 で2万円って買ったからさ、まあそんな、なんていうの、最悪あ、やっぱね、いらねえなと思ったらさ、なんかね、そんな、マイナスならずに中古で売れるんじゃないかなと思ってね、はい。なから録音看板に、だから、あと API のさ、あのね、イコライザーも俺、ちょっと買いそうになってね、一生懸命耐えたよ、危なかったわ。ね、今、ね、1ちゃん分あるんだけどさ、やっぱ2ちゃん分欲しいなと思って、うん。もう全然なんか、もう物欲の話になっちゃってたけど、うん。 うん、だだだトゥーントラックは全シリーズ安すぎる EG ベース最高です。うん、確かにね。あの EG ーーベースってでもやっぱ、あれなのかなぁ。うーん、EG ってつけてるあたりに、うん。まあ、うん。あれがやっぱ本筋。まあでも EG キー、ね、ピアノのやつも EG ーーですもんね、うん。まあ一応ドラムだけは基本的にガチっていって、まあ、 ね、とてもねなんていうのかなベースシリーズもねいいものですけどもその中で何ていうのかなあのう、ー、んうん、うんまあ、そういうポジションなんだろうもう Easy ベースがプロベースみたいなのが多分出てくるわけじゃないでしょうね結きっとねうんうん。さあさあさあ SNS で怖い人も根底に不安があってそれポジトークしているのを 部分もあるのだと思いますまあねあの本、ー、当ねそれは思うんだよな確かにそれいいうーんそうなんだよねーうーんそうなんですよだからやっぱさその攻撃するしてしまう心理っていう考えた時にさやっぱどっかに嫉妬とかっていうのはあると思うんだよね別に誰か特定の誰かを指してるわけじゃないですよ私は別にあの全般的な話をしてますよこれはだからあの 予防線というかあのね貼っときますけどちゃんと、うん、やっぱそういう心理にどっかにさ嫉妬心とかってあると思うんだよねどっちかと思うあの見ず知らずの他人をさやっぱネットでこう攻撃してしまうっていうのはさやっぱその嫉妬からくるものかあるいはとてつもなく性格が悪いかのどっちかだと思うんだよね多分、うん、そう考えると、まあ、もしね SNS 上でそういうなんかあったとしても まあ気にしなくていいと思うんだよね。気にするけど。俺だって気にするし。うん。でも気にしなくていいと思うんですけどね。うん。意見が違う人がいて当たり前ですから。うん。なんかまあみんなね、好きにやったらいいと思うんだよ。うん。だからね。ね。<laughs> うん。日さん、耐えられてないって箱持ってきた瞬間、こう気にそうになりました <laughs>。<laughs> まああのちょっとね、もうこれ、だから今度、 次回の配信ちょっとお出ししてみようかな。ね。今日もうちょっと遅いからさ。うん。あれだけど。うん。まあちょっと使ってみてね。うん。うん。うん。パンプさん、シェルフォードチャンネルがすごい値上がりしてて乾けなくなりました。<laughs> いや、それについて俺ちょっとね、そう。パンプさん、俺だからね、5025注文してんすよ、実は。 5025、俺、注文してんだけど、予約注文ね、年明けに、ね、いやもう、俺はこれを買うことによってあの、プリアンプをもう二度と買わなくて済むように、俺はもうこれを買うんだっていう気合いで注文してましたよ。うん ね、予約注文なんでだそのまだ全然さ連絡来なくてそんな入,荷入荷連絡来なくてひとえに心配しているのはその俺は予約注文した時の値段からもしかしてものすごい値段上がっちゃうんじゃねえかなっていう今ねあのことに怯えてますそしたらキャンセルしようかなうんそこ,、ま、そこまでのものかなちょっと悩んでます、はい、一応ね,ね502用のポーティカのプリアンプ4ちゃんと あのランチボックスの512が2ちゃんあるんで、6ちゃん分プリアンパンもあるんで、そんなプリアンプに困ってはいないことはないんだけども、うん。ちょっとね、あのー、<laughs> キャンセルしようかなって <laughs>、ちょっと思い始めてますが <laughs>、どっちがいいんだろうね。はい。うん。ザ・マミオさ、ベーブ・ラムのジャンルで買っちゃいました、俺も。4万円。ね、あれ4万円だからさ、高いよね、プラグインもそうなんだけどさ、エフェクターもね、さハンドメイド系っていうの。 でもあれはいい買い物ですよ。俺もジャンレーはね、あのー、まあ、酒て通れないなと思って買、買いましたよ、去年。うん。でも結局ね、あのー、やっぱいいですよ。<laughs> うんうん。やっぱあるのとないのとだってやっぱあった方がいいですから、全然。うん。ユーニーさん、物欲なかなか収まらないですね。<laughs> 使ってる WinPC の中身、最新にして満足すると思ったら、突然ワンマックミるとロジック買っちゃいました。<laughs> バグってんだよな <laughs>。 DTM はみんなバグってんだよな。うん。猫さん、猫さん我々 DTM の感覚でみんなが稼いで散財すれば景気はやばい角度上がっていくと思います。<laughs> ねえ。だからもう問題なのはさ、こう、もうこんなこと言うのもあれですけど、音楽のギャラというか、まあ、制作費は多分どんどん、ね、下,下がっていく一方だと思うんですよ、今後。分からんけども。 そんな中さ、ね、機材の値段はどんどん上がっていくわけじゃないですかどう。どうしたらいいんだろう、我々は。ねうん値。値上げしたい、値上げしたい、まあ、それいくらでもね、値上げしたいっていうか、まあ、値上げしたいですけども。うん。アームさん、ジャンーも欲しいです、高い。うん。まあ、それが4万円の価値あるかって言われると、まあ、あるのかな。<laughs> でも特にジャンレは別になくていいやっていうことにはなってないですよ、今のところ。うん、なんかやっぱとりあえずジャンレー行っとくかみたいな。<laughs> 一時期ね、あのー、うん。オックス使ってるともしかしたらあれかもしれないけど。うん、みんなジャンレ欲しいんだ。ジャンレいいですよ。あのー、別にジャンレジャンレは別にね、プロモーションを含むのを配信じゃないですから。ね、あの好き放題言うけど。うん まあなんか便利よやっぱみんながいいつ使ってるもんって大体いいですからそういう小物系はね、うん、これはもう真理ですから、うん、あんだけ人気があって、うん、そういうものはもう間違いないかそういう意味で言うとねなんか約束された買い物ですから約束された勝利ですから、うん、気軽なもんですよ、うん、ねえこれ,ななんかこれなんかちょっと待ってうんうん イルミナさん山蔵さんは空間ストライモンぞろいですかあれも高すぎみんな持ってますねプロ <laughs> ストライモン持ってるよストライモンねいくつ持ってっかなストライモンあの普通のなんていうのコンパクトタイプのリバーブのやつなんだっけなスカイ、ね、あのでかい方じゃなくて小さい方のリバーブとあとディレイかなうん なんかテープ系のディレイとあとあれなんだっけナイトスカイかナイトスカイ <laughs> ナイトスカイねあのー、ナイトスカイ去年買ったんだけどちょうど1年ぐらい前に買った気がするんだけどなんかすごいセールで安かったから結局1回も使ってないけど1回も使ってないっていうかまだ音出せてないなうん。 <laughs> ケンタウロスを投資目的で買いましょう <laughs> あれさ本当 <laughs> やべえよなだってえ俺が高校生の頃まだ10万円以内だった気がするんだよなケンタウロスケンタウロスねわかんない俺が思ってるケンタウロスとさ今62万円で売られてるケンタウロスがさ同じものなんか別物なのかもよくわかんないんだけどうんねでもケンタウロスっていいんだよっていうなんかラルクの剣が使ってるからいいんだと思ったんだけどさ 8万円とかすんのか買えるわけねえわっていうふうなことを思った記憶があるんだよねうんその時もすでに多分さあ何て言うのかなもう新品ではなかった市場としても中古品だったと思うんだけどうん多分だから本物も見たことある本物っていうかまあ見たことあるような気がするしなうん夢さん山本さんギターまで強すぎて <laughs> いいな <laughs> あのねやっぱギターはやっぱね趣味ですからここに沼りだすともう最悪ですよだから DTM とギターをやってる人はねほんとやばいんだよ、うん、両方埋まるともうシャレんならん、うん、だからねまあちょっと、うん、原木さんいろいろ値上げしていきそうですね自分はケンパープロファイルケンパーフロアタイプ欲しいですケンパーもいいよ、うん、ケンパーありゃいいんじゃねえかっていうのはある結局のところうん 結局ねうん、サンサラさん理想を言えば PC とあれは同じものを予備機として買っていきたいくらいにはバグります <laughs> 何かあるとね、うん、それかはもうほんとさあのー、そういう意味で言うとあの何、ー、ていうのかな <laughs> こう本当スタジオスタジオ用機器っていうのかな、うん、現場で稼働してるやつ のの安心感っていいうのはすごいあるよね俺さほらプロツールスのさ、ね、HDIO っていうアビットの HDIO っていうねスタジオで使ってる、ね、インターフェース使ってますけども、まあ、10年ね今ちょっとスイッチ壊しちゃったんだけど俺がね <laughs> 電源スイッチちょっと今破壊してしまったんだけど押し方武将したら、うん、でもでもトラブルは今のところないと思うんだよね目立つトラブルは、うん、修理を別にしたこともないし、うん だからでも,もう10年ねでま,ましてやさそうスタジオとかでレコストとかでさ毎日のように毎日のようにさ鬼のように使われてるわけじゃんそれでもやっぱなかなかさ耐え、うん、るっていうのは、うんまあ、そういう製品をチョイスするっていうのもいいかもしれないですね機材選びでうんユーミさん DTM とギターの二0がくそつらいよなだからミュージシャンの人が見てて思うもんあ 最近はねそのなんていうのコロナの一連のあれでさ、ミュージシャンの人もさ、プレイヤーの人もさ、なんかこう、自宅で録音できるようなシステムを作らなきゃいけないみたいなことになって、あれでしたけども、うんうん、私はね、もう本当ね、うん、思ってた、プレイヤーの人はさ、いいようなプレイヤーの人はさこう、自分の楽器だけにさ、投資し続ければいいんだもんみたいなね、感じで、うん、さ、うん、<laughs> 人生相談から最終的に物欲配信なら、山本さん、ね、最高です。<laughs> それもまたね人生相談ですから、うんうん、<laughs> 後ろのアンプとか本当に目の毒常時の <laughs> アが表示されてあっしそうでもさ本当ねいやマジこれさね今アンプここにさ、ね、5台乗ってるけど5台乗ってるけどもう本当ねこマーシャルだけでいいんじゃねえかって最近思ってるこのケンパーケンパー使う分には、うん、多分実機で録音しようと思ったら他のやつも多分あれなんだろうけど うん、ケンパじゃねえや、オックスか。オックスね使うんだったら、マジね、ほんとおすすめする、このね、ちょっと見えない,見えないか、ちょっと、ど,どうせや、こ,これなら見えないかこれね、この4、マーシャルの、マーシャルの JVM44、441 44だっけ ?4 40? な、40? ねこのヘッドの一番フラグシップになるのかな、うん、でもこれ中古でもさ、多分10万ちょいぐらいだと思うんだよね。これね、コストパフォーマンスやばいですよ、本当に。 これねあのもし、オックス考えている人で、でもそんなにさ、まあ後々ねアンプ増やしていきたいっていう人も含めよ、うん、でもとりあえずさ、なんか多分 <laughs> ねオックス買った以上さやっぱアンプヘッドはさ買わなきゃいけないわけだからそれ1個目ん、オックス買ってそしてアンプヘッド何しようかなっていう人がいたらばこの配信を見てる人に、まあのね、間違いなくこのマーシャルをねおすすめします。ここれもう本当に間違いないなの オックスとねこのアンプでいくとねほんとねマーシャルが一番相性いい気がする、うん、逆にそのマグナトーンとかねなんか実力をね発揮できてる感じがすごくしなくてなんかマーシャルでいいじゃんってなっちゃってるんだなこのマグ,マグナトーンねマグナトーンこれ一番マグナトーンがさ高いけどさ、ね、だって普通にこれセールっていうかまあ何て言うのこう新,新古品っていうかまあ 特化品で買ったからさちょっと安かったけどでも普通に買ったら50何万とかするわけですよもう,もう廃盤になってるけどねこのマグナトーンは一番高いんだけどでももう結局この11万ぐらいでさなんか中古で買ったマーシャルがさ、うん、でいいんじゃねえかなみたいなことを思っている、うん、使用品のも高いし、うん、あとやっぱねあのー、すげえ別に俺アンプ壊れたことないけどさあの何、ー、て言うのかな どうしてもさレコ,レコスタじゃねえ、あのー、リハースターとか行くとさ、ね、マーシャルって置いてあるからさ、あのー、ちょっと過小評価されがちじゃないそんなことないなんかどうせ買うならさやっぱこういうブティック系アンプの方がかっこいいじゃんって思うと思うんだよね。ただねやっぱあの伊達に何て言うのかな、あのー、過酷な過酷な環境に置かれてそれに耐えるマーシャルアンプの実力っていうのかなその音的なこともそうなんだけどそのボディというかさ ものなんて物としての強さっていうのこれ結構バカにできないんじゃないかなって思うわけですよ、うん、だからねちょっとマーシャル製品ね今までこれ買うまではさ、ね、あのなんていうの俺マーシャルのサングラスしか持ってねえよとかって言ってたんだけど本当にマーシャルのサングラスしか持ってなかったんだけど、まあ、それだからこれマーシャル製品 2, 2個目なの人生でね中古だったけど、うん、マーシャルのサングラス34万ぐらいしたよ、うん、<laughs> マーシャルランプ11万だからね確かうん これも本当おすすめあのー、なんかオックスうまくい,いってないなっていう人はね他にね、もし何ていうの別のアンプ使ってて一回ねマーシャルこのね行ってみたらいいと思う、うん、多分なオックス作ってる時もさ絶対このマーシャルとかっていうのはさテストされてるはずだと思うんだよねうん,うんうんうんシーサーさ,さ使い古されたくて ツインリバーブも同じ風評ツインリバーブもね、本当はいいあれですかね。うん。うん。JVM、そう、イルミナさんね、そう、これとオックスで旅を終えたい。いや、旅は終わらないですよ <laughs> 旅は。旅は終わらない。オックスを買って、マーシャルで旅が終わるわけがないのよ。それはもう、あの何ていうの、そもそもオックスを買ってる時点で、それは逆に旅,旅に出かけることですから。うん、ただ、しばらく道に迷わないっていう。 あの安全な旅ができるだけでこれあの出港であることには変わりないですから。猫さんマーシャル見た目ぶっ壊れててぶっ壊れてても生きてるイメージそうそう <laughs> そうなんだよ、うん、だからさねこれあんまりね、あのー、<laughs> 言うのもさ恥ずかしいんだけどさ俺ここマーシャルこの高さからさこの何て言うの 何ていうの、まあ、腰ぐらいの高さにあるマーシャルをね思いっきり落としちゃったんだよね <laughs> ここの仕事場でガシャンっつってうわやべえさすがにぶっ壊れただろうと思ってあの音出しても無事だったんだよねびっくりしたね本当はなんかおかしくなってるかもしれないけどちょっと俺が気づく範囲ではおかしくなってないからすごいですよねマーシャルの強さっていうのはうん唐揚げさんメンテ費用もバカにならそうなんでね何より修理そう車ないと運べないもんねかといってさ ね、コンポストっていうのも大変だし、うん、サンサラさん実機申請集めとマイク収集集め始めたら49にやりますねえだ実機申請はでもちょっとねやめましたやめましたって別に集めてたわけじゃないんだけどまあモグね2個ぐらい持ってんだけどもう何だったら売ろうかなぐらいなね感じの感じありますうん結局リコールとそのつなぐめんどくささっていうのはこうちょっとね うんダメなんですよねうんだからまあいいかと思って申請申請欲はちょっとねそれこそなんか、ね、トム大先生もなんかさ一時期アナログ申請、まあ、今も使ってるでしょうけどもアナログ申請ブームだぜみたいな感じですごいさ買い集めてる時あってそれに周りもこう影響されそうになった時があってね、まあまあ、そのモーグのさミニターってちっちゃいやつでさその影響を受けて多分買ってんだけど俺もね。<laughs> うん でも、ちょっとその欲はね、ちょっと収めることに成功しました。うん。うんで。マイク収集集めね、だからほら、俺さ、仕事、プライベートスタジオ今作ろうとしてるわけじゃないですか、本当にうまくいくのが不安になってきてるんだけど、もうだから、あの、仕事場、新しい仕事は借りちゃったからさ、もうどっちみち引っ越さなきゃいけないんだけど、うん。あのー、そうなってくるとさ、録音するとなっていう、マイク集めも始まっちゃうわけだよね、俺は。だから ギターアンプにさ、録音するマイクも欲しいし、まあ、ボーカルね、TLM67 あるけども、ね、あれ結局87系も必要なんじゃねえのみたいなことになってきてても、それもね、ちょっと憂鬱なんですよね。うーん。おさん、TSL すや、奥さんが、いや、わかんない。あの、TSL って、あれだよね、あの、TSL ってどれなんだろう。ちょっとあんまマーシャル詳しくないから、いや、マーシャルなんでもいいと思うんですよ。うん。マーシャル。 マーシャル TSL もうこんな時間だ TSLTSL ってこれかあのねいいんじゃないですかこの TSL っていうのはあれかな JCM2000 のことかなこれもいいアンプですよね、うん、いやまあその410の方があのいろいろバリエーションがあるからな何にでも対応できるっていうのはあるんで、うん もちろんねなんか1個だけのやつでね行くのもいいんだけども、まあ、なぜその最初に進めるかっていうことでいうとそのバリエーションがバリエーションっていうかなんていうのかないろんなあれに対応できるんでヘビー系からあの何、ー、ていうのクリーン系もねいけるんでなんかさあのオックス使ってて思うけど。 あのアンプの音って半分以上っていうか、まあ、半分か、まあ、半分やっぱキャビの音なんだなと思うんだよねだってさマーシャルのヘッド使っててもさ、ね、ボックスのさキャビ使うとさボックスの音だなって思うからさ、ね、だからそういう意味で言うとうんどっ,ちもいいどっちもいいんだけどね、うん、まあほんね困ることないと思うなそんなに、うん、マジで。うん モジュールエフェクトも足して59のそのモジュールも俺もだからもう行かないと思ってますからあれはもう、うん、あのもう <laughs> 今から追いかけたらもう死んでしまううんだからやっぱねそうやって絞るのが大事ですよだからそういう意味で言うとまあ20区で済んでるのがまだ、まあ、マイクにも行こうとしてるから30区ですけどうん。 皆さんだからストライモンもジャンレも欲しいオーケストラツールスのベルリンも欲しい欲しいなオーケストラツールスも欲しいな、うん、キープ・フォレストも今年それっ会社辞めてればじゃないこと気がするでそ,うそうなんだよねだからでもさなんていうのかな別になんていうのすごい後ろ向きな話をするわけじゃないけどなんかそれも音楽の素晴らしさの一個だと思うんだよな,な好きな機材買ってさなんかねいや一時期俺もさなんかそんな 機材買って使わねえのに機材買って意味なくねえとかって思ったんだけどでもなんか我々 DTM はさなんか買って満たされるる心があるじゃん <laughs> 買うことで埋められる心の隙間みたいなのあるじゃんねえねえだからさそういう、まあ、結局それは音楽産業として盛り上げにさ加担してるっていうかまあ加担してるっていう言い方だとちょっと悪いのかねえそこに一役買ってるわけじゃんなったらなんかいいのかなって最近すごく思ううん。 別に使わなくて,っていいじゃん。それ眺めたってさ。ね。うん。<laughs> うん。<laughs> さ猫さん。なるほど。キャビとの相性かありそうですね。そうそうそう。あのー、だから、ままま,まず間違いなくこのオックスは、マーシャルアンプを死ぬほどテストされてると思うんだよね。俺の予想。だからそっから、まあ、ね、フェンダー系もそうだろうけども、うん。だから、うん、なんか、 パフォーマンスすごい発揮してるんじゃないかなと思うんだよな。うん。あんまがっかりしないっていうか。うん。ささ宿泊とはこのことか <laughs>。確かにね。うん。うん、皆さん、本当そうですね。正直、新しいプラグイン買って心が満たされます。<laughs> 1月2月、何も買わないそわそわします。うん。うん。ツールキットなんか、スピットファイヤー新しいの来てますあ、ちょっと待って。 これはもう新しいの来たらさ、ま、ツールキットあれかなあ、うん。あれじゃなくて、なんかドラムのやつじゃなくて、なんか新しいの来てますホームページにはなんか見当たんないけど、うん。そういえばなんかオーケストラルツールスさ、そのソニックワイヤーで取り扱わないのかって聞いたらさ、やっぱちょっと気難しい、気難しいのが見て、ちょっと交渉はうまくいってないって言ってましたけど、うん。 新作ってあれかなあのドラムの音源じゃなくてきっとそのことだよね。うん。あのなんかさ、チュートリアル動画でさ、なんかフィンガー、ミディドラマーとかって言ったかなあの人ミディドラマーっていうかフィンガードラマーとかって言ったかなめちゃくちゃうめえなと思ったけど、あの人はあれなんですね。あの目が見えない方なんですね。うん。ねすごい、もう操ってるからすごいなと思ってびっくりしちゃった、普通に。うん。うん。うん はいオーケストラリー2ですね欲しい欲 <laughs> しいもんばっかだよ、うん、日,日曜の深夜ねえなんか久々に日曜の深夜来たけど日曜の深夜の方みんななんていうのかないいねあの月曜日への悪あがきかなっていいね, <laughs> ねもうこの時間まで起きてるって人はもうみんなもう月曜日へ悪あがきですよやっぱ山蔵 の配信はやっぱ日曜の深夜に月曜日への悪わけをしないといけないかもしれない、もしかすると、うん。まあまあ、あんまりね、長引いてもしょうがないから、ね、まあちょっと <laughs>、まだね、今月、今月とか、もう明日で今月は終わりますけども、ね、皆さん、いかがでしたでしょうか。え一応、宣伝もう一回しと,きしとくよ、もう一回。ね、一応、質問も全部答えたしね、えー、っと、どれだっけ、えっと、これ これじゃないこれじゃないえっとこれかこれかはい改めましてねはい山し司い編曲アレンジコンテスト参加お待ちしておりますまあなんかちょっともうちょっと面白い感じにで,できたらいいなと思ってますうん <laughs> うんなんか、ねまあ、曲の集まり具合によっては、まあ、全曲みんなで聴いちゃって面白いしね、うんまあ、そういうね、うん、ちょっとまあ集まり具合によっては、うんまあ、ちょっと一言コメントしてってもいいしうん そんなに集まんなかったら、まあ、み,んなみんなでねこう4五時間ぐらい四時間もかかんないか曲、まあ、数によるだろうけどね、まあ、ちょっと一言ずつコメントしていくのもいいしねうんまあそんなことがあったりとかね <laughs> やってますんでぜひ興味のある方はね一緒に応募して盛り上がってください、まあ、ソニックワイヤーコンテストソニコクもありますんでそちらもねぜひ なんかもうすごい応募来てるらしい、この間打ち合わせしたんだけど。うん、だからね、その中でやっぱね、こうレギュレーションがちゃんとしっかり書いてある、ね、5分、五分とか、あとはなんか、そのいろいろレギュレーション書いてありますけども、やっぱそこのこうちゃんとレギュレーションしてるのか見てるようなので、あの皆さん、応募するときはね、ソニックワイヤーコンテストのほうですよ、ソニコンのほうですよ、これ、じゃな私のやつじゃないですよ、は、まあ、ちゃんとね、応募するされる方はレギュレーションを、ね、読んだほうが、より、なんていうのかな、率が上がるということで。 うん、私もなんかね、こう、審査員してますから、ね、ねはい。ぜひ応募してみてください。商品もね、私の、この、あれと違ってね、あれですから、あれと違ってあれですから、もっと豪華ですから、はい。たくさんね、あの、協賛がいらっしゃる、まあ。ものすごく集まってるみたいですよ。うん。非常にいいことですね。はい。うん。うん。うん。皆さん、日曜の配信楽しいです。ノリ的にあと7時間後に修行です。 <laughs> 7時間後ならまだ大丈夫だって6時間寝れるってことですよねうん今日マジこの時間大好きです本当にありがとうございました楽しかった <laughs> ザわミいさんもしかしてお待ちしておりますはいそんな中、えー、と高評価ボタンも押していただけるととてもありがたいです、はい、チャンネル登録ねあのしてくださると嬉しいですもちろんしなくても大丈夫ですでもね今日はあのほらちょっとね コメントさ、ほら、あのチャンネル登録者しかできないシステムにしてるじゃないですか。これ別に、なんていうのかな、登録者を増やそうっていうんじゃなくて、あのほら、質問箱でこういうテーマでやっちゃってるもんだから、なんかちょっと怖えなと思って、ひよっちゃって、ひ <laughs> よっちゃって。まあああののどんなにすごいさあの 怖い人っていうか悪口言いに来る人がいても、まあ、その人は俺のチャンネル登録わざわざして言ってんだと思えば、なんかちょっと心があれかなと思って、ねまあ、そんな人は今日笑現れませんでしたけども、うん。はい。<laughs> 山本さんにあれ。<laughs> <laughs> はい。ありがとうございます。楽しみにこちらこそ、三浦さんありがとうございました。はい。そんな感じで、はい。高評価ボタンもありがとうございます。はい。そんなわけで、ちょっとね、まあ、あのー、 来週はできますよ。来週できます。でちょっとね、もうあらかじめ言っとくと、シネマティックスタジオのレビューをちょっとどこかでやりたいんです。でもそれにはちょっとね、結構シネマティックスタジオシリーズの方はね、こう、なんていうのかな、あのお堅い方なんで、なんかまさか提 ね、言ってみたものの、ね、あのなんかこう、ね、ちゃんと配信しなきゃいけないっていうことを言われたんで、ちゃんと曲を作りたいんで、まあ、まあ、3月中にできればいいなと思ってますけども、うん、まあ、それとはね、別にね、あのちょっと今日はレビュー、ね、配信でレビューしませんでしたけども、あの前回の配信後に、あのー、ね、アンプルサウンドの <laughs>、また、あのー、ね、前回、ね、アンプルサウンドのね、あのー、ね、 あの社長ささんというか見に来ててくださってね <laughs> でその次の日別になんかこうあれしてもいないけどこう何ていうのメタ,ルメタルバンドルだっけ、ね、あの ?7 弦ギターとヘビーケネスとあとねスティングレイのベースの,、ね、あのライセンスが送られてきたんでこれはなんかこうレビューしろよっていう無言の圧力なのかみたいな感じでねちょっとでもどのみち今週は一回お休みさせていただきましたけども。うん、っていうのもまあちょっとどっかで、ね、うまくなんか ねあのー、配信で紹介できたらいいなと思ってますんでまだちょっとねなんかバタバタしてダウンロードもできなかったんですけども、うんまあ、そんな感じで、はいしょうかはい、告知もないかな、はい、アレンジーコンテスト、ね、よろしくお待ちして,ております、はい、まだまだ、ね、今ちょっと今何件かぐらいかちょっと見にみようか、ね、今何人なんだろうか増えてるかな、うん、増えてるかなおちょっと増えてる 今ね、16、16曲集まっております。ね中にはね、2曲もすでに応募されてる方もいらっしゃいますんで、皆さんね、そのくらいライトに送っていただいても全然構いませんよ。<laughs> まあ、あのー、ね、それが通るかどうか別の話ですが、うん。お疲れ様でした。エモいの期待します。ありがとうございます。ちょっとね、真面目に頑張ります。はい。ちょっとそういうふうにやるって言ってしまった以上、はい。ではまた来週、えっ、ー、と、ちょっと自分のね、ちょっと今カレンダーを見て、えー、まあ、 うん、何曜日にやるかはまあちょっとその時の気分でまあ金土日のどこかでやりますはい <laughs> はい祭りアレンジ申し込ますおおお待ちしてますはい皆なさんんありがとうございましたでは今週はこの辺でまた来週お会いしましょう山添でした